どうもパンクブーブーです、よろしくお願いいたします。いや、ほら、僕って新聞が好きじゃないですか、はい、いや知らないです、全然そこは知らないんです。あ、知らないですか。知らない、ね、好きなんですよ。あ、そう、珍しいね。小さい時に買ってもらった一冊の新聞をね、未だに何度も何度も読み返してるんですよ。いや、そういうもんじゃないけどね。大好きですから、新聞愛読書、ね、そう、もう窓際のトットちゃんのやり方よ、それだって。いや、だからね、ちょっと新聞の良さをみんなに広めたいなと思います。あ、いいじゃない。そう、だから新聞の勧誘をやろうかなと思って、いやー、どうでしょうかね、今の時代新聞取るってなかなかないですよ。いや、俺は勧誘うまいと思うよ。難しいと思うけどな。本当うまいと思うよ。そう、大丈夫かな、そんな。ピンポンピンポンピンポン。あ、誰か来た。すいません、あれ、ピンポンピンポンピンポン、すいません。いや、どっちかにして、インターホン叩くか鳴らすか。ピンポンピンポンピンポン。ピンポン、インターホン叩くなよ。すいません。はい、ガチャ。何ですか。あの、吉本新聞なんですけど、はい、うちの新聞取ってもらえないですかね。あ、ごめんなさい、僕ね、新聞読まないんですよ。あ、全然読まなくてもいいんで、取ってくれるだけでいいんですよ。なんで取るんだよ、お前。読まないっつってんだろ、こっち。それがね、ご主人、今朝出たばっかりの新聞があるんですよ。いや、大体そうだよ。新聞って毎朝出たばっかりなの。いや、もうお願いしますよ、取ってくれないとご飯とデザート食べていけないんですよ。デザートは我慢しろ。欲が深いな、お前は。うちにはお腹を空かせた子供たちとお腹いっぱいの妻がいるんですよ。じゃあ妻が悪い。怒っとけ、ちゃんと妻を。分けなさい、ご飯。それから妹の手術代も稼がないといけないんです。え、妹さん手術するのか。はい、顎のラインをもうちょっとシャープにしたい。美容整形。美容整形。なんだよお前、どっか悪いのかなと思って心配したのに。 もちろんルックスが悪いんですよ。それは知らない。心を磨きなさい、心を。お願いしますよ、1年とは言いません。いやいやいや、12ヶ月、いや、半年と6ヶ月で構わないんだよ。全部1年。簡単な謎謎。それじゃテレビ欄だけ、テレビ欄だけでもお願いします。そんな別売りいらないんだよ。4コマ漫画見て終わりなんだよ。でもうちのテレビ欄ね、面白い番組が目白押しですよ。全部一緒でしょ。なんでお前のとこだけ違うやつが入るんだ。お前、お願いしますよ、サービスもつけますから。いや、サービスだってどうせあれでしょ、野球のチケットとかでしょ。いや、アイスホッケーの試合のチケットがあるんですけれども。いや、アイスホッケーはちょっと興味なくてごめんなさい。あ、そうですか。セパタクロのチケットもあるんですけども。セパタクロもあんま興味ないんだ。人形浄瑠璃のチケットがある。マニアックだな。何なんだその並びは。お好きじゃないですか、人形浄瑠璃。じゃあ野球のチケットくれよ、お前。違う、もっとディズニーランドとかさ。あ、ディズニーランドお好きですか。好きよ。あ、本当ですか。あるの。あ、よかった。あ、やった。ディズニーランドまでのチケットがあるの。これ舞浜まで行けるチケット。京王線の切符じゃねえか、お前、はい、入り口でプッて平行って書いて終わりだよ、お前。ダメですかね。ダメだ、もういらないよ、もう。そうですか、わかりました。それじゃあせめてなぜ僕が新聞の勧誘をやるようになったのか、その話だけでも聞いてください。え、何。あれは私が新聞勧誘をやるずっと前、まだお金がなくて食べていくのもやっとの生活でした。そんな時、一枚の DVD に出会ったんです。その DVD の中で新聞屋と人妻がすごくエッチな関係になって、俺そういうのいいなってつまんないですよね、こんな話。いや、つまんないな。つまんないですか。お前が勃起しただけの話じゃねえか。でもこれで新聞を取るつもりになってもらえる。誰が取るかよ、もういらないんだよ新聞なんて。お前、お願いします。いらないよ。お願いします。いらない。お願いします。いらない。お願いします。いらない。こんなに頭を下げてもダメですか。下げ方が違う。下じゃなくて前。あんた変わったよ、変わっちまったよ。初対面だよお前と。来たばっかりの時はそんなに怒ってなかった。じゃあお前のせいだよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ね、いや、僕最近思うんですよ。何ですか。やっぱり30を超えてからというものね。超えたんですよ。やっぱり余計にちっちゃい子供って可愛いなと思うようになった。いや、可愛いね。確かにね、僕も子供あやすのとか大好きなんだ。あやすの好きなんだ。あやすの好き。どうやってあやすの。いや、もう大体相場いないいないバーに決まってるし。いないいないバーね。そうそう、いないいないいないバー。バー。見たってなんだ。2回目パターン変えてけ、変えてけ。こっちか、そんなこと。子供がそんなこと言うかよ。いや、今時の子供ってのはパターン変えないとついてこないから。そんなこともないよ。だから逆にするとかね。何逆。いるいるいるいない、いるいない、いるいるいない、いるいない。どこで喜ぶ。こうなんだろう子供。ああああって。あ、じゃあリズムを変えていこうか。何リズムって。いないいないいないば、いないいないば。気持ち悪いよ、なんかもうあってなって背中痒くなっちゃう、なんかそれ。あ、じゃあセリフ自体変えていきましょうか。いや、セリフ変えるって言ってもどうする。人がいないいない商店街。寂しいよ。身寄りいないいないばあさん。寂しいってんの。もうキャ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 って笑うのも嫌でしょ。いないいないばあでいいのよ。変えない必要ない、変える必要。じゃあロングバージョンにしましょうか。意味が分かんないだろ、いないいないばあのロングバージョンって。どうやってするのよ。いない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 父とはそれっきりでした。お父さんね、今日カーテンの向こうに来てます。それでは親子
15年ぶりの再会です。シャッバーン。もうそれ軽い失踪だぞお前。いや今時の子供ってのはこれぐらいの方が喜ぶわけでしょ。喜ぶわけないだろ失踪してんのにお前。 あそんなことないよお前。じゃあお前子供の時ってどんなだったの。あ僕子供の時です。何パクだったの。いやもうそれワンパクしかないだろう。ワンパクだったの。まあ確かにワンパクだったんですよ。あいいじゃない。だからねあんまりねお母さんのお手伝いとかしなかったから、ね、あそれはよくないな。なんかね料理の手伝いとかやっとけばよかったなと思うの今。あそうなんだ。あ思うんです。じゃあ俺がお母さんやるから。あそう。お手伝いしない。あ僕が、うん、子供やっていいの。やっていいよ。ちゃんとできるお母さん難しいんじゃない。難しいからこそやりがいがあるってもんだろ。さすがだな。トン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 。黒瀬くん、はい、お茶とコピーできてねえじゃん。早速あれお手伝いするんじゃなかったな。上司と部下になってるでしょ。ああ違った。お母さんと子供。お母さんと子供、ね、お手伝いだから、はい、トン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 。ねえジューン。はい。お母さん今手が離せないのよ、うん、ちょっと世界に平和をもたらしてちょうだい。荷が重いよ。早くもたらしてちょうだい。いや手伝いすなよそれ。荷が重い。それはちょっとガンジーに任しとけよそれは。お前お手伝いしないの。違う子供ができるお手伝いですよ。ほら、うん、あれ取ってこれ取ってとか。ああその程度なの。その程度でいいの。トン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 。ねえジューン。はい。ちょっと天下取ってちょうだい。荷が重いってんの。早く取ってちょうだい。でかすなって。秀吉でも何年かかったと思ってんだろ。お手伝いしないの。じゃあもっと子供ができる子何簡単にできること。ああお雑煮食べたり初詣に行ったりとか。簡単にできることじゃない。簡単にできること。簡単にできること。サラダもできるようなね。ああそんな感じ。ねえジューン、はい、ちょっと毛繕いしてちょうだい。丸々猿じゃん。丸々猿だろそれは。あじゃあ長い棒でアリの巣ついて食べて。違う違う。もう何の手伝いだよこれ。猿にもできることって言うからさ。違うよ。もう料理の手伝いって言ったら大体なんかほらね、こう醤油取ってとか。あ相撲取ってとかね。違う。お皿取って叩き取ってとかね。違う。マヨネーズ取って特許取ってとかね。ちょっとは近づけ。俺3つも出してんのに。近づいてこいよもっと俺。お料理の手伝い難しいな。あそう。他の手伝いがいいな。あじゃあほらなんかあるじゃん。お魚買ってきてちょうだい。はいはいはい。犬の散歩行ってちょうだい。あそういうの。そんな感じで頼む。トントントン。ねえジューン、はい、ちょっとお魚の散歩に行ってきてちょうだい。混ざっちゃったよ。魚散歩させてもビチビチになって死んじゃう最後。一石二鳥じゃないの。もう犬の散歩で頼む。あねねえジョン、はい、いやジョン。俺が犬みたいになってんだろうがお前。それだったらお前おかしいだろ。ハウス。誰がハウス。犬じゃねえっつってんだよ。ビニールハウス。野菜じゃねえかよ。最後野菜だもん。ちゃんとやってくれ頼む。ねねえジュライジュン。1ヶ月多いよお前の。ちょっとお魚買ってきてちょうだい。いいよ行く。じゃあ築地に行ってマグロを競り落としてきて。競りは無理だよ。屈強な男たち勝てねえだろあれ。ダメ。お前のせいで全然できない。もうぐちゃぐちゃじゃねえかお前。どうしてくれんだよお前。じゃあこの責任取ってちょうだい。お前が取れバカ。どうもありがとうございました。いらっしゃいませ。お客様何名様ですか。一人です。僕迷子になっちゃったのかな。いくつに見えてんの。大人ですよ大人。じゃあお席の方にご案内いたします。はい。じゃああの椅子の方用意いたしますので。はい、はい、いや子供用じゃねえか。座らねえわだからこんなの。え大人用で大丈夫ですか。大丈夫だよ。大丈夫なんだ。おじさんなんだから。ああすいません。じゃあこちらの椅子でございます、はい、じゃあ乗せますね、はい、せーの。一人で座れる。だから俺おじさん。はいはいはい、あトイレってどこにあるんですか。トイレトイレ、はい、こっち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 。はいはいはい。我慢我慢我慢。いやいや漏らさねえわ。だから俺おじさん、おじさんが漏らすのは愚痴だけ。すいません、どうしてもちょっと心配だったもので。後で行くの、はい、トイレは本当にだよ。あまこれしょ。お客様目。いや違う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 。あの遊びの人は あ違うんですか。目じゃないの、はいはい、決まったんだ。あお決まりですね。決まったんだよお前、はいはい、この焼肉御膳でいいよ。あかしこまりました。ああなんだよもうめんどくせえなここの店本当に。もうお待たせいたしました、はい、焼肉御膳でございます。はいはい、はい、それじゃあこちらの方お使いください。エプロンね。はいはいはい。トニーもう早く出せばいいのよお前。よだれかけじゃねえか。垂らさねえわ別の。よだれをスプーンです。なんでスプーンで食べるんだよ。だ子供じゃねえっつってんだろ。箸で食べさせろ箸で。かしこまりました。ああはい。あーんってすんなおじさんに。あの怒ってますか。当たり前だろ怒ってる決まってんだろ。かしこまりました。いないいない。ボン。舐めてんのか。いい加減にしろよ。もういい。かんあー
いてくれよ。恐ろしい目にあったんだ。恐ろしい目？何？うちの近くに幽霊が出るって噂の病院があるだろう。ああ、あそこの病院な、うん、実は俺昨日の夜にそこに忍び込んだんだよ。え？あそこ行ったんだ。お前すげえな、よく行けたな。まず俺は裏口からゆっくりと呪われながら入ってった。あれ早速あれも、え、もう呪われんの？早くない展開。いや、そしたらその時だよ、うん、すすり泣く声がやんだんだよ。あ、やんだんだ。やんだ。やんだ。え、やんだんだ。どういうこと？いや、そしたら次の瞬間、うん、カツカツ。え、何？カツカツ。なんだ？もう明らかに俺が履いてるハイヒールとは別のハイヒール。お前ハイヒール履いてんの？え、なんでお前がハイヒール履いてんの？今俺のファッションはどうでもいいんだよ。めちゃくちゃ気になるけどな。別のハイヒールの音が近づいてくるんだ。近づいてくるんだ。俺もそれでびっくりしそうになって。うん、あ、しないんだね、僕。なんでだろう。で、急いで逃げようとしたらよ、うん、ポンポンって誰かに何かを叩かれたんだよ。何かは肩だよ。なんだよお前。で、何かなと思ってパッと見てみたら、うん、そこには血がべっとりついてて、うわ、怖ー、なんだよそれ。俺もこのままじゃダサいと思って急いでジャンパーをリバーシブルにして。あ、そっちが気になる。いや、そこじゃないよ今絶対。パッと見たら女の人が立ってて、うわ、その女がよ、まるで鬼のような形相を浮かべてる俺に向かって。あ、お前だった。どういう感情？わかんないけど。私を殺したのはお前かって言ってきたんだよ。怖え、なんだよそれ。だから俺は、いえ、違いますって言ったんだよ。言ったんだ。そしたらもうそっからは水かけろ。言い合ったんだ。幽霊と。結構ラリーが続いたんだ、言葉のラリー。で、そんな言いながらその女がスーッと消えたんだよ。消えたんだ。俺怖くなって逃げようとしたんだけど、うん、なぜかうまく走れないんだよ。ハイヒールだよそれ。そんなもん履かれたよお前が。いや、それでもなんとか家にたどり着いて、うん、パッと鏡を見てみたら、見てみたら、もう着てる服が全然違う服になってたんだよ。リバーシブル。これもうこの間ね、頭に来ちゃったんですよ。どうしたのよ。おもちゃ屋に行ってね、おもちゃ買ったらね、もう壊れてたんですよ。そらひでえな。不良品売らされたんです。俺文句言いに行ってやろうかなと思った。そらね、でもね、行く前に練習しといた方がいいと思う。一回ここでね、俺が店員やってあげるから。いや、お前店員できんのかよお前。そんなのチャチャイのチャイだよ。おチャイだとお前、インドの紅茶だけどさすがだなお前。おい、どうなってんだこの店は。どうされましたお客様。どうしたもこうしたもね。え、どうしたもこうしたもないんですか。申し訳ございません。今後はどうしたもこうしたもあるように。どこで謝ってんのよ。どうしただけならまだしも、こうしたの方がまだ文句言ってないでしょ。確信ついてないのよまだ。どうされました。ここで買ったおもちゃがな、お前最初から不良品だったんだよ。ほら見てみろ。そうなんですか、申し訳ございません。おー、じゃあこれどうしてくれんだお前。かしこまりました。それでは少々パニクらせていただきます。やべえ、どうしよう。高橋の近くどうしてしまったじゃねえだろ。もういいよ、お前じゃなしなら責任者やべ、責任者。ええ、どういうことですか。時間の無駄なんだよお前なんか。ちょっと時間の無駄ってなんすか。時間の無駄じゃねえかよ。お言葉ですがお客様、ちょっとここ押してもらっていいですか。なんだよこういうのを時間の無駄って。じゃあやんじゃねえよ。何時間の無駄。何なんお前とか出るとこ出るぞお前。おお、上等だよ。ボーリングだろうがカラオケだろうが行ってやろうか。いや、行かねえし、そんな楽しいとこ。出るとこって裁判だよ裁判。なんでそんな常夏のリゾートに。いや、裁判つってないよ。裁判つったの。裁判なんてあんまりじゃないですか。じゃあ謝れ、手ついて謝れ。この度は本当に申し訳ありません。影じゃない、床だよ、舐めてる。いや、時間ダメだ。どうやってバカバカ。どうしたそんなに興奮して。親父、正直に答えてくれ。なんだ。親父は本当の親父じゃねえんだろ。何をバカなこと言ってんだ。父さん最近もうすっかり親父。あ、意味が違う。もう加齢臭とかすごいしね。もう本当の親父ね。いや違うんだよ、まあ、あれだね、あの立ったり座ったりするとき本当にどこ一緒って言っちゃうもんだね。いや知らねえわ。そうじゃねえんだよ。え、そうじゃないの。俺たち本当の親子じゃねえんだろっつってんだよ。何を言ってるんだ実の息子よ。いいか実の息子、あの実の息子は呼び方が不審だよ。実の息子にしたって実の息子って呼べ、名前ダメだろ普通。呼び方なんかどうだっていいじゃないか。え、それともあれか、何か決定的な根拠でもあるっていうのか。ああ、根拠ならあるよ。お前まさか父さんのインスタを見たんじゃないだろうな。見てねえわ。あ
れ見られたら父さん終わりだ。何あげてんだよインスタに。違うよ、写真だよ。写真？なんで俺が赤ん坊の時の写真が一枚もねえんだよ。写真なんか新しいの撮ったら古い方いらないから捨てるだろ。捨てねえだろ。絶対に撮っとくだろ赤ん坊の時の写真なんて。とにかく余計な心配するな。誰が何と言おうとおじさんは本当の父親だ。おじさんって言った。もう全部自分で言っちゃってんじゃねえか。やっぱり俺たち赤の他人なんじゃねえか。赤の他人だと？お前誰のおかげでご飯が食べられると思ってんだ。え？農家の方々が汗水垂らして一生懸命働いてくれるおかげで私たちは毎日美味しいご飯が食べられるんじゃないか。いいか、父さんの言いたいことはこれじゃない。だろうな。そういう感じじゃない。なんかよく分かんなくなっちゃったよ、うん、途中で。農家の話になっちゃったね、うん、とにかく本当の父親じゃないんだったら二度と親父面すんじゃねえぞ。甘ったれんのもいい加減にしよう。殴るんじゃねえのか。何なんだこれ。もういい、そこまで言うんだったら出ていけ。え？このリビングから出ていけ。リビングからかよ。結局家にいるじゃないか。それだったらこの家から出てってやるよ。おう、出ていけ、とっとと出ていけ。ああ、そして晩ご飯までには帰りなさい。いや帰るか。よくね、あのほらテレビとかでね、はい、なんかちっちゃい時に自分を捨てた母親と再会みたいのがありますけど、するね、あんななかなかすぐお母さんと呼べないよね。ああ、そういうもんですか。あ、そうですよ。じゃあちょっと俺がお母さんやるから、お前は歯磨き粉をやってくれ。誰がアクアフレッシュ。アクアフレッシュじゃねえよ。あ、じゃねえんですか。あ、じゃあ息子、おされジャケット息子ね、息子。ジュン、あなたジュンなの？本当にジュン？本当はジョン。ジュンだよ。犬みたいに言うんじゃねえ。ジュンジュンジュンだよ。ごめんね、マジごめんね。マジとか言うな、冷めるわ。生まれたばかりのあなたをツタヤのアダルトコーナーに置き去りにした。どこに置いてくれてんだよ。おかしいだろ。せめてやらしい人に拾ってもらおう。やらしい人に拾ってもらえ。やらしい人なんだ。でもね、これだけは信じてちょうだい。あなたを捨てたくて捨てたわけじゃないの。じゃあなんで捨てたんだよ。ただほんの軽い気持ちで。余計悪いじゃん。捨ててみようかなみたいなノリ。そんなノリねえわ。つうかさ、なんで今まで俺を探してくれなかったんだよ。探したわよ。テレビの裏、冷蔵庫の下、ソファーの背もたれのとこの溝。出てくるかそんなとこ。でも出てきたのはなんかのバネ。なんだバネ。よく落ちてるけど、なんかのバネが。受けねえだろ。でもね、あなたと別れたこの十何年？8年。18年。片時も忘れたこと。今忘れてたじゃねえか。つい今忘れてたよ、お前はよ。さあ、お母さんと呼んでちょうだい。やめるわけねえだろ。いい加減しろ、このクソババ。もう一遍言ってみなさい。おう、言ってやるよ、クソババ。一度ならず二度までも。お前がもう一遍って言うから。そんなこと言う子に育てた覚えはないよ。お前育ててもらってねえよ、いい加減しろ。まあね、こうやってね、今お笑いとかやってるじゃないですか。やってますね。でもね、僕思うんですよ、他にもね、埋もれていた才能とかあったんじゃないかなとか。あ、俺たちに。そうそうそう。あ、わかんない、あるかもしれない。でね、あの才能があったらいいなと思うのがあるんだよね。何あの命乞いね。あ、なんで、なんでだろう。命乞いがうまかったら命を狙われた時も絶対助かるわけじゃない。まあけどそんなにね、ないよ。いやだから必要だと思うからちょっと命狙ってみてくんないかな。何その頼み。あ、できんの。まあいいけど。貴様らここで死んでもらう。待ってくれよな、待ってくれな、な、な、下手くそ。なんだよお前、なんか言わないと。え、何言ったらいい。犯人の同情引くとかさ、俺には愛する妻がとか家族の話するとか。貴様らここで死んでもらう。待ってくれよ、俺には愛する妻とその旦那がいるんだよ。人妻じゃねえ。愛しちゃダメ。恋愛は自由だと思う。そういうことじゃないの。同情引くの、うちには寝たきりの母がとか。うちには飛び切りの母がいる。暇になってる。飛び切りはダメなの。寝たきりの母がね。待ってくれよ、俺にはこたつで寝たきりの母親がいる。ぐーたらぐーたら。それただのハンモックで寝たきりの母親。優雅だな。そういうことじゃない。もっと必死に来てるんです。必死に待ってくれよ、俺何でもするから。なんだよ。タバコもやめる、野菜も食べる、そうだ明日からジョギングも始める。自分のためじゃねえ。俺全く関係ねえじゃん。そんな。そうか、難しいな。下手だな。ダメだな。だけど埋もれていた才能を見出される瞬間っていうのは気持ちいいよ。気持ちいいでしょ。僕にもあるんですよ。例えばこっちね、野球部が練習してると。練習してると。で、僕のところにボールが転がってくる。野球部ので、野球部の人がね、おいボール取ってくれって言うんです。それ言いますよ。で、俺がおりゃーって投げたら、野球部にズバン。お、すごい、君野球部に入らないか。ああ、そういうのね。勧誘されちゃうみたいなさ。ちょっとやりたくていい。オッケー、おいボール取ってくれ。これか、行くぞ、おりゃー、ズボーン。すごい、俺にはキャッチャーの才能があるのかもしれない。あんな豪速球を追い込む感じ。待て待て待てよ、お前の才能を見出してどうすんだよ。俺
お前、何声高くなってる。俺だよ、頼むよ。おい、ボール取ってくれ。おりゃズバー、すごい、君いい声してるな。どうだ、合唱部に入らない。どこ食いついてんの。そうじゃねえよ、いい声してたもん。いや、まあいい声と俺言われるけど。おりゃお前の方がいい声じゃん。恥かかすなよ。俺が入りたいの合唱部じゃないの。あ、お風呂。いや、風呂でもねえ。君、野生の動物みたいな匂いがする。どうだ、お風呂に入ってみる。何の勧誘。オーラ入ってます。ボディーソープ使って洗ってます。動物物語、植物物語、勝手な物語作んなよ。違う、だから肩、うん、野球部だから肩見て。肩。ああ、君すごい撫で方じゃないか。見た目じゃない。そうだ、和服を着てみないと。何部だ、和服って。違うだろ、君、うん、いい肩してるねって。こう、肩の強さだから。おい、ボール取ってくれ。おりゃー、違う、すごい、君いい肩してるな。それから姉ちゃんいいケツしてるな。どうだ、野球部に入る。なんで変なの入ったよ。なんで変なの入ったんだよ。違う、なんだ。ほら、あのことわざでもあるじゃない。ないかな。知らねえよ。そのお前が言っちゃう。勧誘したよ、やつね。おい、ボール取ってくれ。おりゃー、ズバーン。君ちょっといいかな、あの放課後にちょっと練習するだけで簡単に甲子園に行けちゃうっていい話があるんだけど、はい、ちょっとその辺でお茶でもしながら軽く話だけでも聞いてくんねえけど。うさんくせえよ。なんだそのお前、キャッチか。まあ野球部だけにナイスキャッチ。違うって。いらねえんだよ、そういうの。ちゃんとやれよ、お前勧誘の意味分かってる。あれでしょ、あの関西国際空港の略。うん、それは関空。俺が言ってるのは勧誘。あなたはできますかっていう質問。それは勧誘。俺が言ってるのは勧誘。あのスペースシャトルの部品に使われる。それは分からねえ。俺が言ってるのは勧誘。やれよ、早く。バカ、頼むぞ。おい、石鹸取ってくれ。今入ったってんだろ。おい、ボール取ってくれ。おりゃ、うん、おい、ボール取ってくれ。いいよ、取れよ。君、野球部に入る。おれ、おい、ボール取ってくれ。おりゃ、ズボン、負けるか。張り合うな。投げてきても取れない、俺素手。じゃあ俺全裸。張り合うなっつって勧誘した、早く。君、野球部に入らないか。いいぜ、その代わりエースで4番は俺がいただくぜ。じゃあナースでおばはんは俺がいただく。張り合うな。お前、俺バカにしてんのか。君、いい感じしてるな。やかしいわ。どうも。また来てねえな、いつも。本当何やってんだよ、本当に。おい部長、この度は遅刻をしてしまい本当に申し訳ありませんでした。遅刻だと。お前な、10分や20分の遅れを遅刻って言うんだよ。お前どんだけ遅れたんだよ。2週間です。だよな。お前な、もう2週間の遅れはな、遅刻じゃねえんだよ。遅刻じゃないんですか。ああ、よかった。違う、よくない、よくないんだよ。お前な、2週間も会社に来てないんだぞ。こういうのお前なんていうか知ってるか。春休み。無断欠勤だよ。お前に春休みはねえだろ、お前。実はちゃんと間に合う時間に家は出たんです。ああ。でもその途中で川で溺れてる少年を見つけて、俺急いで川に飛び込んでその少年を助けたところで目が覚めたらもう時間を過ぎてました。夢じゃねえか。なんだよそれ。お前ただの寝坊じゃねえか。はい、寝坊です。つうか何かっていうこと、お前2週間ずっとお前寝てたのか。お前、いえ、32度寝します。32度寝。聞いたことない、32度寝。だったらお前31回起きてるじゃねえかよ。お前来いよ、6か7ぐらいの時に1回。お前ここに。すいません。すいません。だからお前反省してんのか。本当に反省しております。いや、反省してるようには見えないな、どうやら。本当に反省しております。海より深く、空より青く、花よりあでやかに。海だけでいい。あでやかに反省されても困るんだよ、こっちもよ。じゃあどう責任取るんだよ、お前よ。わかりました。じゃあ僕は責任を取ってこの会社を休みます。やめますじゃねえのか。お前はクビだ。どうも、番組部です。よろしくお願いします。まあ僕らもおじさんですからね。そうですね。おじさんになってくるとね、もうあれが怖いですよ。何ですか。あの引っ越しですよね。何が怖いんですか。引っ越しが一番怖いですよ。いや、引っ越しの時って重たい荷物を持ち上げて運ばないといけないでしょ。そうよ。でもその瞬間に向こう側を持ってるやつとタイミングがずれちゃったら腰グキってなっちゃうじゃん。まあ確かにね。掛け声かけたらいいじゃん。掛け声 1,2,3 でいいじゃん。なるほどね。その発想なかったわ。いや、ない、普通あるけど。みんな大体掛け声ね。ちょっと練習してみていい。なんだ掛け声の練習。俺掛け声とかやったことないから。やったことないの。友達いないから。あ、そうか。じゃあここに荷物あるとして。荷物がここあるでしょ。掛け声ね。でこうやって持つでしょ。持つでしょ。はい、行くよ。行くよ。はいはい。1,2,3。遅いな。遅れたね、ごめんね。そう、行くよ。1,2,3。遅いんだよ、もう。なんだ。1,2,3。全然合わねえな、お前。超難しいじゃん。
遅いんだよ。なんで一歩遅れて入ってくるんだよ。なんで1の時ずっと揺れてんだよ。いつ来るのかドキドキするんじゃん。これでタイミング合わせるの。ちょっと待って、最初の1が合わないから、うん、その前に一旦カウントダウン入れていい。何カウントダウン。カウントダウンしてから1に入れば1が揃うわけじゃん。めんどくさくない。いや1を揃えないと開けられない。めちゃめちゃあるんだぞ。いや合わせない。カウントダウンした方がいいから絶対揃えない。いくよ、はいはいはい、10、10から。え、20から行こうとしてるの。いやそうじゃないよお前。おじさん10これ無理。うん、ボキボキボキってなっちゃうから、なっちゃう。3からでいい。あ、3からでいい。3からでいいよ、お前。いくよ。はいはい。はい、はい。3、2、1、2の3。ちょ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 、どうなったどうなった今。どうなったこんな感じになった。俺のポーズじゃないんだよ。うん、お前がどうなったかじゃない。1かぶってんだろ、お前。1かぶるって何。3、2、1の1と1、2の3の1かぶってる。3、2、1の1、2の3、うん、何。いやいや、もうだからいいや。0入れよ、0。あ、カウントダウン0までいくの。0までいって。あ、なるほど。そうじゃないと分かんなくなるから。あ、そうかそうか。いくよ。はいはいはい。3、2、1。ゼロ、一二の三。二の？え、一二の三でしょ。違う違う、俺たち今まで一二の三でやってきただろう。なんで急にお前二の派になったんだよ。あ、そうか。え、一二の三。違う、だから一二の三だよ。テンポが大事。一二の三。お前のは一二の三。なんぞなんぞなんぞ。その手裏剣みたいなやつかっこいいかっこいい。ここに食いつかなくていいんだよ。一二の三。一二の三。じゃあお前だけの入れんな。一二の三。なんぞなんぞなんぞ。手裏剣みたいな。これどうやんの？こういう話じゃないんだ俺がしたいのは。一二の三。何がやりたいんだお前。どこ行くのこれ。違うって。ちょ、ややこしいややこしい。この掛け声苦手だわ。もうちょっと別のやつない。じゃあいいよ。もう思いっきり。思い切ってもう海を渡る。英語でやろう。英語。英語の掛け声。英語でほら、レディーゴー、レディーゴー。あ、レディーゴー。レディーゴーだったらいいでしょ。なるほどなるほど。かっこいいし。かっこいいね。レディーゴーで引っ越したら。え、レディーゴーで引っ越したらかっこいいってなる。かっこいいかっこいい。隣の人がかっこいいってなるから。え、隣の人がかっこいいってなるからってなるから。なるってなる。かっこいい家族だね、だったねって言うから。言うの？言うから。で、お前がやレディーゴーって。ああ、俺が合わせる。合わせてくれる？はいはいはい。あ、行くよ。はいはいはい。レディーゴーノーゴー。初めて聞いた。ちょっと待って。ダサいんだよ。なんだレディーゴーノーゴーって。違ったっけ。違う違う。レディーゴーで行けっつって。ちょっと待って待って。英語慣れてないから難しいわ、ちょっと。もうね。なよ、お前。じゃあいい、うん、お前の慣れたやつでいいわ。慣れたやつ。それに合わすから。じゃあ俺の地元でみんなが使ってるような外国語。ああ、いいよ。でも地元違うから分かんないでしょ。変わんない、変わんない。合わせられる。僕、福岡なんです。福岡でしょ。福岡は三ノーが入ってる。そうだよね。これ方言なんだよ、ね。大分だよ。隣の県。うん。わかるよ。あ、わかる。任しとく。あ、本当？バカにすんだよ。じゃあちょっと合わせよ。大体一緒なんだから、こういうの。あー、違う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 。いや、違くない。違う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 。ガウ掛け声なんだこれ。ガウで上げなきゃ何が落としてるの。何だこの掛け声。わかるわかる。地でガウ。いやいや、これ一緒に荷物上げんのに。なんでこんな否定されないといけないんだよ。これも無理だよ。やりたくないんだよ。やっぱりお互いが知ってるリズムじゃないと合わないよ。じゃあもういい。もう歌にしよう。歌歌歌。お互い知ってる。しかも力が出て、うん、ここでしか上がらない歌がある。そんなのある？あるのよ。ある何？ビーズの、ビーズさん。あ、ビーズさんね。ビーズさんのウルトラソウル。うん、あー、確かに力入る。力も入るし、うん、もう上げるとこあそこしかない。ウルトラソウルといえばね。そう。あ、はいはいはい。頭の中あるでしょ？はい。あの部分ね。そう。あ、これは揃うわ。まあ、あえて言わないけども。あそこの部分でしょ？あそこの部分。オッケーオッケー。よしよし。あ、これ揃うわ。そしてから歌い出すよ。オッケー。そしてから歌い出すよ。はいはいはい。そして輝くウルトラソウル。ヘイ！ヘイかお前！ヘイでしょ？なんでヘイの方で上げるんだよ。ウルトラソウルといえばヘイが醍醐味でしょうよ。ヘイはオーディエンスがいいんだよ。俺たちはビーズさん側なんだよ。ビーズなんだから俺たちは。ビーズさんはいい。ビーズさんの別の曲にしよう。ない。もうウルトラソウル以外ない。いやいや、レディーナビゲーション。いや、あげるとこないだろ。いや、そっちの方がもう世代的に合うから合わせやすい。あとあんまりみんな知らない。いや、知ってる、みんな知ってるから。みんな知らない。できるから。どこでやんのよ。NAVIGATION。降りてんじゃないか、最後。これ降りてるわけか。あとなんでその場で上げたり下げたりしないと。下げたりいらないのか。この体力がもったいないだろ。歌もダメか。なんかもう一言でガッと力が入るようなワードとかないかな。いや、そんな都合のいいやつないんだよ。あ、あれどう？おっぱい。え？おっぱい力入るでしょ。おっぱいだったら違うとこ力入るだろう。いやでもパイっていう破裂音がグッと力入ると思うんだよね。上げるとガンって当たっちゃうぞ、お前大丈夫か。そんなにないって大丈夫か。大丈夫、うん、そんなにないとか言うなよ。大丈夫、かすりもんさんから。え、おっぱい、おっぱい、いくよ、はい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 。おっぱい、おお、揃う、これ揃う、すごいね、やっぱおっぱいいいね。おっぱいっていいよね、やっぱおっぱい。やっぱ偉大だな、おっぱいって、ね、おっぱい。引っ越しが恥ずかしいわ、お前。なんだおっぱいおっぱい言っていい、バカが。でもパイっていう破裂音がいいと思うんだよね。いや、それもうないよ、パイ。おっぱい以外ないだろ。どうすんの。あ、アップルパイどう。あ、アップルパイ、うん、アップルパイ可愛いからいいか。あ、そっちの方がいいよね、うん、じゃあ行こう。行くよ、はい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 、はい、おっぷるパイ。おっぱいが残ってる。おっぷるパイって言っている。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
まあまあね、知らない方も結構いらっしゃると思いますので、ね、ぜひ覚えて帰ってくださいね。覚えて帰ってください、ね。パンクブーブーと言いましたね。そうなんですよね。まあね、お笑いのコンビとしてはちょっと珍しめのコンビなんですよ。よく言われますよね。まあまあ、基本的にはですよ、お笑いのコンビって言ったらね、片っぽがブサイクだったら、もう片っぽぐらいは男前なのか、まあ普通のパターンが。みんなバランスが取れてると思うんですけど、ね、まあまあ見てわかる通り、うん、僕らの場合ブサイク&ブサイクなんですよ。まあよくあんま僕思ってないんですけどね、すいません、ね、まあまあ歌手で言うならチャゲ&チャゲなわけです、うん、それはそうです、怒られますからね。まあアニメで言ったら隣元トロですからね、こっち元トロ隣元トロ、そうですね。まあ出てきてベラベラ喋って覚えてください、難しいもんですよ。あ、そうですか。その時はなんかモノマネとかしたら、うん、あのモノマネする人だってなりますから。なるほど、モノマネですか。あ、じゃあやっていきましょう。せっかくお正月ですから。当たり前じゃないですか。ありますよ。あるんですか、モノマネ芸人ですよ、僕なんて。モノマネ芸人、はい、みんなドーンと盛り上がるようなやつ。しかしといてどうね。前の向こうも。オッケーオッケー。ありがとうございます。派手なやつ、正月っぽい派手なやつ頼むよ。じゃあ、モノマネをさせていただきます。お願いしますよ。スーパーマリオで、クリボーがファイヤーボールで倒された時の音やな。大丈夫。あ、どうも。ぜひね、お持ち帰りしたくなる。地味すぎはしませんか、モノマネがちょっと地味だった。もうちょっと派手な正月ですよ。あ、もっと派手なやつもね、派手なやつもあります。大丈夫です。あるあります、大丈夫です。すいません、すいません。みたいなんでね、うん、昔のファミコンで、ドラゴンクエストの勇者と武器屋の会話。地味これ。地味ですよ。でも鋼の剣をかけるけど。ゲームしてる人もいるからね。なるほど。うん、もっとね、みんなが知ってるようなやつ。誰でもわかるようなものがね。そうそう。ありますよ。大丈夫。まだあるみたいなの。すいません。じゃあ期待してね、待っててください。ケチャップ残りわずか。もう音も顔も汚いから。どっちも汚いからやめようもん。マヨネーズ残りわずか。いや、何それ、どうすんのよ。何の全然なんかポンってなるでしょ。なるけど。さらに向こうにポンってなるでしょ。なんかねえのかもしれませんよ。すいませんね。まあ最近よく思うんですけどね。なんすか、カップルが別れるときって喧嘩別れなんて良くないなと思うんですよ。そりゃそうですよね。やっぱロマンチック別れた方がいいなと思う。ロマンチックに別れた。そう、例えばこう彼女が遠くに引っ越したみたいな。引っ越したの。最終電車の駅のホーム。駅のホーム。彼氏が見送りに来る。見送りた。じゃあ彼女がいいんです。なんて。悲しいのは嫌だから笑いながら別れましょう。ね、笑いながら別れてこれいい別れです。今のは彼女役で会ってるんです。今のは彼女。あの完全におじいさん役みたいになってるんですよ。これ天敵を持ってるわけじゃない。天敵じゃない。彼女いや徘徊してないですよ。そうです。で、笑いながら別れていい別れになるで。別れる時のシチュエーションとかセリフを自分たちで演出する。そうそうそう。それでちょっとやってみます。じゃあ僕は彼氏。彼氏で。あなた彼女。僕から。僕は駅のホーム。駅のホームで。で、最終電車で。ロマンスってね。うん。シュレックの色違いのものまね。一緒のものまね持ってる。レパートリーには彼女役に入ってる。肌色バージョンじゃないですね。もうすぐ、電車が出ちゃうね。そうだな。あ、バブラ感謝いたします。お楽しみは、楽屋でなくて、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪の巡停車場、各駅停車は三鷹行き発車です。何の総理線で行くの。じゃあバイ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 言わないからすんの。超メガネ。なんだ超メガネ。誰が超メガネ。笑うには笑うなの理由があるし。微笑む程度にか向かえろ。ちょ、待って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 。なんだよ、なんで笑いながら別れましょう。そっちの方が嫌な、別れにならないからいじる。いや、悲しいのが嫌なんでしょ。そうよ。じゃあ怒りながら別れましょうでもいいよ。どうやってやるのさ。バイボーイ。ドタンゴトン。喧嘩だろ。ドタンゴトン。お母さん、なんで音まで変わんの。ダメダメだってやりましょう。オッケーわけです。あの、くしゃみが出そうだけど、うん、出ない的な状態になりながら別れましょう。え、意味がわかる。それが一番悲しくない。笑いながら別れたらいいんでしょ。悲しいのは嫌だから、くしゃみが出そうだけど出ない的な状態になりながら別れましょう。じゃあ気持ち悪いのか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
です、よろしくお願いします。ありがとうございますね、バンブーです。顔と名前だけでも覚えて帰ってください ね、 覚えて帰ってくださいね。やっぱり覚えてもらおうと思ったらね、うん、やっぱり漫才だけやっててもダメだと思うんだよね。まあ確かにね、やっぱりモノマネの一つもできないの、まあ一番ね、もう覚えやすいからモノマネとかできたらね、うん、だからモノマネやっていこうかなと思うんだけど。あ、モノマネ、うん、あ、いいんじゃないですか、うん、それだね、そのあのモノマネする人だと覚えてくれる、覚えてもらえますか、ね、うん、じゃあお願いします、やってください、ケチャップ残りわずか、汚ね、音が汚ねえよ、地味だし。じゃあマヨネーズ残りわずか、なんだそれ違う、もっと芸能人とかのモノマネをしないと。お前テーブルから向かわれた、そんなに楽しいかね、テンション上がりすぎだろお前、その気持ち悪いな、お前な、ツボ、なんだツボ、変なツボ持ってんじゃねえよ、才能がないんですよ、モノマネの。才能ないですか。そうですよ。でもやっぱり芸人ですからね、いろんな才能あったらいいなと思うんですよ。まあ確かにそうですよ、そっちの方がいいですからね。僕の中にこういう才能あったらいいなと思うのが、やっぱり命乞いですよね。やっぱり命乞いの才能があったらいいなと思いますよ、ね、命乞いの才能なんていらないだろう。いるに決まってんじゃん、バカか、ごめん、言い過ぎた、あのさ、あ、反省早いな、悔しいわ、なんか今の今の世の中ね、いつ命の危機にさらされるか分かんないんですから。いやまあ確かにそうだけどね、うん、だからちょっとお前、俺を殺そうとしてみてくんない。俺が、俺命乞いするから。お、俺の命乞いがすごすぎて、 お前俺を殺せないと思うんだよね。あ、そう、いや、じゃあ全然やるからには本気でやる。いや本気で来てくれていいよ。 お前俺を殺せないと思うんだよ、ね、腹立つな、その感じ。行くぞ、お前、そんな言ってたら。おらぁ、おめぇ、待ってくれ、な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 、できてねえじゃん。なんだ、なの一点張りって。あ、ね、ね、ね、一緒、一緒、一緒、ね、でも一緒、なんか喋んなさいよ、今。あ、話した方がいい。そうよ。ほら、お前、いるぞ。待ってくれよ。俺の話だけでも聞いてくれよ。ほんと、俺がまた傑作なんだよ。あの、面白い話をどうするの。そんな場合じゃないでしょうが。え、じゃあ面白くない話すんの。違うよ、みかんの話だけでも聞いてくれよ。あれがまた発作なんで。面白くないけど、全然面白くないけど、発作の話するともうこっちがポカンってなるじゃん。ポンカンじゃなくて、ポカンつったんだよ。ポンカンつってねえから俺、ね、もっとこびないと。待ってくれ、俺何でもするからさ。あ、そこまでブザマにやるんだ。なんだブザマって、これが命乞いだから。おらでしょ、お前。待ってくれよ、俺何でもするからさ。タバコもやめる、野菜も食べる。そうだ、明日からジョギングも始めるから。全部自分のため。お前がどんどん健康になるだけだろ。でも何でもするよ。俺が得するようなことを言うの、そういう時は。あなたはお友達を5人紹介するだけで、そのうち 30% を自分の儲けとする。いかがわしいわ。誰が信用するか、そんなネズミ込み。でもすごい得する話です。お金よ、お金、お金のことです。ほら、お前、待ってくれよ。金なら貸す、いくらでも貸すからさ。ケチっちゃダメ、貸すって。そこはもう出すって言い切らないと。金ならいくらでも貸してあげる、出す。いや、出すが違う。貸してあげる、出すって。ほんと出すよ、ほんと出す。田舎っぺみたいになってんじゃないか。違うよ、お前、もうお前には足りないもんがある。何足りない。命乞いっていうのはね、相手の同情を誘うのこと言うんだ。一緒に空手を始めないかとか。同情に誘うんじゃない、同情を誘うの。同情を誘う、かわいそうだなと思うんだよ。家族の話とかしてバカ。ね、待ってくれよ。俺には愛する妻とその旦那がいるんだよ。人妻じゃねえ、家族じゃねえ。愛してもダメだし。でも愛してるもん。待ってくれ、うちには寝たきりの母親がいるんだ。ね、ね、あれ、待ってくれよ。うちにはこたつで寝たきりの母親がいるんだ。場所が悪いよ。こたつで寝たきりだったらぐーたらだろ。ただろ、しかもみかん食べながら眠ってんだよ。なんだよ、あれがまた発作なんだよ。いいよ、お前、発作しつけって。いや、しつけじゃなくて柑橘系の話して。いや、そっちのケースじゃない。今にしろ、バンボワカ。やっぱりですよ、なんですか、正義の侍っていいなと思うんですよね。正義の侍、いや、かっこいいなと思いますよ。正義のコンビニ店員じゃない。誰が正義のコンビニ店員。違うんですか。ストップ万引きとか言わないんですか。言わないんですか。ね、かっこいいでしょ。なんかよく中型悪大官が悪巧みみたいにしててさ、あ、パターンですよ ね。そこ出てきてバッサバッサ切る100人切りみたいな、ああいうのいいなと思うんでね、はいはい、ちょっと今日やりたいなと思うんですよね。なるほど。なんで俺正義の侍するから、ちょっと中型悪大官で、悪大官で訓練しちゃって、励ましてね。じゃあ悪だくみしてて、俺ダンク入ってくるから、ね、さあ、お願いします。うん、いいよ、顔いいよ、いい顔してる、いい顔してる。えちごや、いいね、気持ち入ってるよ。お主も相当の悪いよの。うん、決まる決まる。えそんなことないっすよ。どうして、なんだと、えちごやの分際で、うん、なんすか、うん、また暴力っすか。あ、いいか、みんなよく見とけ、これがこの人のやり方で。なぜ揉めてんの。
なぜそんなにお前の生意気なんだよ。何悪いよとか言われたら勝ちだ。もうちょっと仲いいからこそ悪なくみするよ。仲いい当たり前だろ、お前。じゃあ頼むよ。越後や、お主も相当の悪いよの。いやいや、お代官様ほどちゃいますよ。あれ越後前関西？今さら何言うてるんですか。僕ずっと関西弁ですやんか。ほんま？俺もやで。ほんますか？大阪弁出ませんね。盛り上がりすぎ。なんだよお前、仲良すぎんだろ。地元一緒とか、仲いいんだから地元一緒でしょ。越後屋でまた関西でまたおかしな話。越後かじゃない。もう悪いよのーつったら、悪いよのー、悪いよのーつって笑っといて、あ、笑ってそれ待てっつって入ってくる。なるほど、そっから100人気ね。越後屋、お主も相当の悪いよの、待てい貴様らの悪だけこの俺が貴様らには来てるよもう。友達来たわけじゃん。何やつってなんだよ、まここ。何やつじゃ。貴様らを成敗する借金術、メガネ侍。えい、皆の者、斜めい斜めい。まあまあまあ、いや、まあ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 じゃない。まあまあ優しいな、お前って。わかるぞ。だからお前今酔ってる。酔ってねえわ。居酒屋で絡んでるわけじゃねえぞ。かかれかかれって来んだよ、ここに。えい、かかれかかれ。あんりゃ、次次、あんりゃ、なぜ素手で来る。申し訳ないわ、刀で切るのが。手じゃないよ、ちゃんと持ってるよ。何持ってんねん。ほら、スズメのヒナ。あ、小さな命。なんだこれ、お前。いい加減にしろ。刀持ってくれ、刀。あれや、ジャキン、キン、キン、キン。あれや、ジャキン、キン、キン、キン。ダメだ、ジャキン、キン、キン、キン。そこそこ強えな。何粘ってんの、雑魚のくせに。雑魚だって命かかってんから。100人切りだから、お前。3時間半ぐらいかかんだろ、お前、このペースだ。あ、番組に収まる。どんどん、どんどん来て。あれや、バカな。この私がたった一人の侍に斬られるとは額、うん、あれやおっさん、せめて最後はそのぬくもりの一人一人じゃないんだよ。主張が強いんだよ。やられたくないね、雑魚だから。あれはやられた、すげえ。あれはやられた、すげえ。あれはやられた、超つまんねえ。流れ作業みたいになってんじゃないか。やられた以外の言葉変えてって。あれはしやられ、すげえ。あれはやられます、すげえ。あれはしやられてしまいます。もういいわよ、タクト。歌にしよう。どうもチャンピオンです。恥ずかしいわ、自分で言うんじゃねえよ。僕ってほら、あの昔から昼ドラが好きじゃないですか、うん、誰も知らん、俺も知らん、知らない、知らない、好きなんですよ。昼の楽しいですよね、ドロドロした展開ありますからね。ありますからね。ありますよ、なんか本当の愛子と思ってた、実は血繋がってなかった、うん、ありますね、それ。猫不良だからグレちゃうみたいなね。おやじ、どうした純、すごい煙幕じゃないか。煙幕だろ、煙幕。あんな煙も出てねえだろ。え、何があったんだ。正直に答えてくれ、おやじは本当のおやじじゃねえんだろ。何をバカなこと言ってんだ。父さん最近もうしっかり親父。あ、意味が違う。もう、こっちの親父からもう、本当の親父。つってんだろ。なんなの？俺たち本当の親子じゃねえんだろ、つってんだよ。バカバカしい。何の根拠があってそんなこと言ってるんだ。根拠ならあるよ。お前まさか父さんのブログを見たんじゃないか。見てねえよ。ブログに書いてんのか、お前さん。とにかく余計な心配するな。父さんとお前は血の繋がってない本当の親子じゃ、うん、やっぱりそうじゃねえ。そこだろが言ってんのよ。血は繋がってなくても、そんなもん何かの表紙にパッと繋がるかもしれない。繋がんねえ。血って急に繋がんもんね。なんだよ。諦めるな。たとえ可能性は 0% でも残りの 1% にかけてみよう。残ってないよ。最初からって言ったら下手くそ。俺たち本当の親子じゃねえじゃん。赤の他人なんじゃねえかよ。お前誰のおかげでご飯が食べられると思ってんだ。え、お百姓さんたちが一生懸命汗水垂らして働いてくれるおかげで俺たちは美味しいご飯が食べられるんじゃないか。いいか、父さんの言いたいことはこれじゃな。だろうな。これじゃないんだ。ただのお百姓さんの話だ。あんた本当の親じゃなくてよかったよ。余ったれんのもいい加減にしよう。もういえ、こんなのもういえ。どっちだよ。出て行け、このリビングから出て行け。家から出て行け。よろしくお願いします。よくね、あのほらテレビとかでね、はい、なんかちっちゃい時に自分を捨てた母親と再会みたいなのがありますけど、はい、あんななかなかすぐお母さんと呼べないよね。ああ、そういうもんさ。あ、そうですよ。じゃあちょっと俺がお母さんやるから、お前は歯磨き粉をやって。誰がアクアフレッシュ。アクアフレッシュじゃねえよ。じゃねえんですか。あ、むっさおしゃれジャケット。むっさかね、むっさ。ジュン、あなたジュンなの。本当にジュン。本当はジョン。ジュンだよ。犬みたいに言うんじゃねえよ。ジュンジュンジュンだよ。ごめんね、マジごめんね。マジとか言うな。
冷めるわ。生まれたばかりのあなたをツタヤのアダルトコーナーに置き去りにした。どこに置いてくれてんだよ。おかしいだろ。せめてやらしい人に拾ってもらおう。やらしい人に拾ってもらえ。何やらしい人なんだ。でもね、これだけは信じてちょうだい。あなたを捨てたくて捨てたわけじゃないの。じゃあなんで捨てたんだよ。ただほんの軽い気持ちで。余計悪いじゃん。捨ててみようかなみたいなノリ。そんなノリねえよ。つうかさ、なんで今まで俺を探してくれなかったんだよ。探したわよ。テレビの裏、冷蔵庫の下、ソファーの背もたれのところの溝。出てくるかよ、そんなとこ。でも出てきたのはなんかのバネ。なんだバネって。よく落ちてるけど、なんかのバネが。いけねえだろ。でもね、あなたと別れたこの十何年 ?8 年。18年。片時も忘れたこと。今忘れてたじゃねえか。つい今忘れてたよ、お前はよ。さあ、お母さんと呼んでちょうだい。やめるわけねえだろ。いい加減しろ、このクソババ。もう一遍言ってみなさい。おう、言ってやるよ、クソババ。一度ならず二度までも。お前がもう一遍って言うから。そんなこと言う子に育てた覚えはないよ。お前育ててもらってねえよ、いい加減しろ、バカ。なんだよ、純子、大きな声出して。あんた、私と婚約しておきながらまた浮気したわね。お前どうしてそれを。あんたのこと全てお見通しなんだからね。あんた女だったら誰でもいいんでしょ。そんなことないよ。下は18、上は70歳ぐらい。ほぼ誰でもいいじゃない。もう許せないわ、あんた。おお、なんだよ、何やってんだよ、お前。私に将来のことは真剣に考えるって言ってたくせに。もちろん将来のことは真剣に考えてるよ。え、このまま地球温暖化が進んだら我々人類はどうなってしまう。2人の将来のこと。あんた肝がでかすぎんのよ。とにかくもう許さない。ちょっと待ってくれよ。ただ魔が差しただけなんだよ。え、夜景の綺麗なレストランで食事をして1ヶ月前から予約してたホテルに入った瞬間に魔が差しただけなんだよ。何が魔差しただよ。しっかり計画してんじゃねえかよ。あんた私を捨てる気ね。そんなことない。お前じゃなきゃダメなんだよ。確かにミリアちゃんは顔が美人だ。そしてレイナちゃんはナイスバディだ。そしてジュリアちゃんは料理がうまい。でも純子、お前が一番部屋が広い。なんだその理由。なんで私だけ平米なんだよ。あとカレンちゃんはあのあれだ。いや、あとみんな名前キラキラだな。私純子ダントツで昭和。あんた私がどんな気持ちでいるか分かってる。もちろん分かってるよ。彼氏に裏切られた。そうだ、私も新しい恋を探さなきゃ。よし、婚活パーティーに行こう。だったらこんなに怒ってない。そんなに立ち直り早くないよ。もう分かった、こうなったらお金ね。あんた一社料払いなさい、一社料。分かった、金なら貸す、いくらでも貸すよ。いや貸すじゃダメなのよ。おい、出すって言いなさい。金ならいくらでも貸してあげる。出す。いや出すが違う。それなんてちょっとなまっただけ。本当出すよ。いや、なんだ本当出すよって。もう頭きた。あんた本当にやっちゃうわよ。純子、お前は俺にはなくてはならない存在なんだよ。え、ハンバーガーでいうところのピクルス、リモコンでいうところのコマ送りボタンみたいな。いや、ほぼなくてもいい存在。コマ送りボタン一回しか押したことない。あんたね、私探偵を使ってあんたのこと全て調べてんだからね。全て。ああ、じゃあまさか俺が3億円事件の犯人だってことも分かってる。いや、そうなの。え、そうなの。あなたそれも関係ないわよ。本当にやってしまうわよ。よし、分かった、俺だって覚悟はできてる。殺されたって構わない。でも命だけは助けてくれ。いや、矛盾してる。M1 ザ・漫才唯一の二冠王タンクブーム。どうもー、どうも、タンクブーム。よろしくお願いします。ほら、僕って新聞が好きじゃないですか。知らん、みんなも知らん、みんなも知らん、知らん、知らん。新聞が好きなんですよね。全然知らんわ。もうちっちゃい頃に買ってもらった新聞をね、いまだに何度も何度も読み返してるわけですよ。いや、そういうもんじゃないけどね、新聞でね。ボロボロになるもん。窓際のトットちゃんですよ。だからね、みんなにもっと新聞を読んでもらいたいなと思ってね、新聞の勧誘をやりたいなと思ってるんですよ。いや、それ簡単に言うけどね、なかなか取ってくんなよ、そんなもん。いや、好きだから頑張りますよ。いやいや、頑張るっつってもさ、無理だ。ピンポンピンポンピンポン、すいません。ピンポンピンポン、すいません。どっちかにして、それピンポン叩くか鳴らすか、どっちかにしろよ。ピンポンピンポン、チャイム叩くなよ。はい、ガチャ。吉本新聞なんですけど、新聞、うちの新聞取ってもらえないですかね。あ、ごめんなさい、ね、うちね、新聞読まないんですよ。あ、全然読まなくてもいいんだよ、新聞取るだけで大丈夫。取れねえわ、そんなもん。なんでお前らに取らないといけないんだよ、お前。お客さん、今朝出たばかりの新聞があるんですよ。新聞ってそうだよ。
毎朝新鮮なんだよバカ信号。お願いしますよ、このままじゃ僕ご飯とデザート食べていけないんですよ。デザートは我慢して、欲が深いなお前。うちにはお腹を使った子供たちとお腹いっぱいの妻がいるんですよ。それ妻が悪い、ちゃんと怒っとけよ妻に。お前それから妹の手術代も稼がないといけないんです。え、妹さん手術受けるのか。はい、顎のラインをもうちょっとシャープにした。流星拳、流星拳、はい、なんで俺どっか悪いのかと思って心配したのに。お前もちろんルックスが悪いんですよ。それは知らないよ、中身と勝負しなさい。中身でお願いしますよ。1年とは言いません。12ヶ月、いや半年と6ヶ月でいいんで。全部1年、言葉のマジックだなお前な。じゃあテレビ欄だけ、テレビ欄だけでもお願いします。そんなバラ売りいらない、テレビ欄だけはいらない。俺でもうちのテレビ欄ね、いい番組が目白押しなんですよ。全部一緒だけどね。4コマ漫画くらいかな。違うのお前。お願いしますよ、サービスもつけますから。サービスつってもあれでしょ、野球のチケットとかでしょ。いや、アイスホッケーの試合のチケットがあるんですよ。いや、アイスケット、そんな興味ないな。セパタクローのチケットがあるんですけど。セパタクロー、人形浄瑠璃のチケット。珍しいの多いな。趣味の偏りがひどい。お前は人形浄瑠璃は興味ない。見ないよもう。ちょ、もういいよ、もういらないよ。じゃあディズニーランドはお好きですかね。あ、ディズニーランド、まあディズニーランドは好きですよ。よかった、ディズニーランドまでのチケットがあるんですよ。京王線の切符だねえじゃん。舞浜まで行けるやつなんですよ。いらねえ、入り口で平行って書いて終わりじゃないかよお前よ。いらねえんだよお前よ。どうしてもダメですか。ダメだよ。まあそれじゃあせめて、なぜ僕が新聞の勧誘を始めたのか、その話だけでも聞いてください。なんだ、分かったよもう。あれは3年前のことです。僕はまだ別の仕事をしてて、食べていくのもやっとの生活でした。そんな時一つの DVD に出会ったんです。その DVD の中で新聞屋と人妻がすごくエッチな展開になって、俺そういうのいいなってつまんないですよねこんな話。つまんねえわ本当に。玄関先で何の話してんだよお前。ただの性癖じゃないか貴様。でも新聞を取るつもりになってもらえない。取らないよ、もういらない。もうな、頼む、頼むから帰ってくれな。ちょっとそれが人に物を頼む態度ですか。お前が言うんじゃねえよ。お前ずっとそうじゃねえかよお前。もうお願いしますよ。いや、いらん。お願いします。ダメだ。お願いします。いらない。お願いします。いらない。こんなに頭を下げてもダメです。下げ方が違う。下じゃなくて前だよあれは。お前いらない、とっとと帰れよこのバカ新聞屋が。ちょっとあなた今なんて言いました。なんだよ、聞き逃したのは謝ります。聞き逃したのか。なんて言うの。だいぶはっきり言った。なんて言うの。バカ新聞屋っつったんだよ。そんなこと言ったんすか。もう頭来るかと思った。ここが広いなよな。なんだよお前よ。あんた変わったよ。変わっちまったよ。初対面だお前と。来たばかりの時はそんなに怒ってなかった。お前のせいだよ。いいよ前とね。もういいですよ。他にもお客さんならね、月の数ほどいるんですからね。一人じゃねえか。大丈夫か、バカな客様。どうもありがとうございました。漫才二冠王者パンクブーム。まあまあね、今日はね、何の話をしようかなと、うん、今2つほど迷ってる。2つ悩んでる。どっちの話がいいですかね。どっち。本当にあった怖い話と、いいじゃない、適当に作った長い話。あ、絶対嫌だ。絶対嫌だな。適当なんですよ。長いですよ。地獄じゃないか。8時間ちょっと話してるわ。だったら怖い話の方がいいよ。あ、そっちの方がいい。そっちの方がいいよ、お前。そんなもん、とっておきの怖い話ですからね。うん、いや、それは怖ければ怖いほどいいよ、聞かせてよ。あのね、うん、俺ん家からね、うんうん、ちょっと行ったところに、おうおう、もう何年も前に潰れてしまいそうになった病院があるんだけど、うん、その病院の、うんうん、何、え、潰れてないの。潰れてはないよ。潰れてしまいそうになっただけだから。そっから経営は持ち直して。持ち直して言い方悪いから V 字回復、うん、そうそう、ハウステンボスみたいな。あ、そう、持ち直した病院があるんだけど、その病院のすぐ目の前に、うん、幽霊の出る病院があるんだよ。うん、それで別の病院、別の病院だよ。持ち直した病院のすぐ目の前に幽霊の出る病院があって。よかったじゃん。あ、俺ん家から目印。知らないよそれ。でその病院にはいろんな噂があって、あ、そういうの聞きたい、噂とか。真夜中の手術室に少女が入っていくところを幽霊が見てたとか、あ、幽霊が見てた。少女は幽霊じゃない。少女は幽霊じゃない。ああ、そう、多分患者さんだろう。ややこしいな。でその幽霊っていうのが真っ青な顔をしてるから、ブルーレイって呼ばれてる。誰がつけたの。壊したらクソほどなくなってんじゃないかな。だったら、あと誰もいないはずの病室からナースコールが響き渡る。あ、それ怖い。あのナースコール、ナース、あ、そっち、ナース
そっちのナースコールか。ナースコールが聞いてある。その幽霊怖いかな。でもそんな噂があるんだよ。あるんだな。俺はそんな噂の真相を確かめるために、まあまあ、真夜中にその病院に忍び込んだ。行ったんだ。すげえのお前それ。まず俺は裏口からゆっくりと呪われながら入ってた、うん、あ早速あ入り口で、まあ、全部さらっと呪われたね。いやそしたら次の瞬間、カツンコツン、カツンコツン、もう明らかに俺が履いてるハイヒールとは別のハイヒール、まあ、ハイヒール履いてる。なんでお前がハイヒール履いてる。今俺のファッションはどうでもいい。気になんだろう。違う違う違う、別のハイヒールの音が近づいてくんだよ。俺もそれでびっくりしそうになって、しないんだよそんな状況で。で急いで逃げようとしたらよ、ポンポンって誰かに何かを叩かれたんだよ。肩でしょ。え知らないの、ここ肩すんだよ。で何かなと思ってパッと見てみたら、そこには血がべっとりついてて、うわ怖い。俺もこのままじゃダサいと思って急いでジャンパーをリバーシブルにして、あそっちが気になるんだ。ダサいじゃんファッション的に。そこじゃないと思うけどな。で本当は怖かったけど、ゆっくりと7分ぐらいかけて振り返ったんだ。かけたね。逆に怖くない、7分もかけて振り返るの。いやそしたら目の前によ、出た、長い髪の方が似合いそうな短い髪の女が立ってたんだ。短いの。お前の好み知らねえけどさ。でその女がよ、まるで鬼のような形相を浮かべてる俺に向かって、お前がか、お前の方が怖いじゃん。だったの、私を殺したのはお前かって言ってたんだ。あ何それ。だから俺は、いえ違いますっつったんだよ。言ったんだ。そしたらもうそっからは水かけの言い合ったのか。幽霊とお前なんだ。つぼってくるの。結構ベラベラ喋りかけてくるだ。ガンガン来るから俺の意外。そういうバイブもいるんだね。でそんなん言いながらその女がスーッと消えて、ただ床だけがビチョビチョに濡れてたんだよ。本物じゃん。お前よく聞くやつ。俺もう水かけ論の水だと思って。絶対違うんだろ。気づかないんだよ。急いで逃げようとしたんだけど、なぜかうまく走れないんだよ。ハイヒールだよお前それは。だからうまく走れないんだよお前。俺もう全身のおでこでおでこから汗がダラーっと流れてる。すげえ体してんなお前。心臓はバクバク。あまあ怖いからな。膝はガクガク。うんしょうがないよ。足の指と指の間はジュックジュクなんだよ。ミスムシだなそれ。もちろん人の病院系お前。それでもなんとか家にたどり着いて、パッと鏡を見てみたら、もう着てる服が全然違う服になってたんだよ。リバーシブルだよ。いやそんな経験をした警備員がいるっていう噂とか、あと、お前のあれじゃないの、いかがでしょうバカが。どうもありがとうございました。ピョン吉本クリエイティブエージェンシー等所属お笑いジーニズ14年目パンクブームさんです。どうもね、いや最近ね、ちょっとね、腹立つことが多いなと思うんですよね。腹立つこと？何腹立つこと？実は僕もね、この間、久々にね、殴り合いの喧嘩しましてね。殴り合い？はいはい。うそだね、何そんな話。そういうタイプに見えないでしょ？うん、わかんない。わかんない、わかんない。わかんない。最初ね、ああ、なんか寂しい、腹減ったな。そうだな、どっか店でも入ろうか。いや、店っつっても金もねえしな。まあそんな独り言を言いながら。独り言なの？それ。病んでんなお前、ちょっと怖いなそれ。そしたらね、あれプだったかな、ペだったかな、え、あ思い出した、パだ、パって見たらそれ忘れる。もういよいよだぜそこ忘れる。多分プじゃないと。まあ大体相場パだね。大体パだよ。パって見たら柄の悪そうなやつが来て、俺にドーンとぶつかってったんだよ。あないなそれ。そしたらそいつ、人の肩に膝ぶつけといて、膝ぶつけたの？肩と肩じゃなくて。ああ違う、肩と膝。どういう状況、ちょっとよく分かんないけど。謝りもしねえから、俺もバッと振り返って、あれ待てこらうわって思ったんだよ。思ったんだ。思ったんだよ。え、言ってはない。あ、言ってない言ってない。思ったんだ。待てこらって思ったんだ。思ったんだ。そしたらそいつがよ、なんだてめえは、なんか文句でもあんのかこらっていう目をしてきたわけよ。言ってないんだ。言ってないよ。そういう目をしてきたの。だから俺も上等だこの野郎って気分だったね。言ってないんだ。言ってない言ってない。気分だったね。気分だった。とりあえず今とか誰一人喋ってないよな。誰も喋ってない。シーン。だから俺もまあ本当は喧嘩なんかしたくないね。まあ本当は喧嘩なんかしたくないよ。そりゃそう。でもここで簡単に引き下がったら、男としてどうなんだろうっていう思いもあるわけじゃないって言ったんだよ。あ、言ったんだ。そう、これ言ったんだ、相手に。相手に？あ、わざわざ言ったの、そういうこと。そしたら、そいつがよ、もうニヤニヤしながら、パキパキパキ。うわ。パキパキパキ。って言ってきたんだよ。言ってきたんだ。言ってきたんだ。パキ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 。パキパキパキ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 。って言ってんだ。この野郎、この俺を誰だと思って喧嘩売ってんだろうね。あ、俺が喧嘩売ってんだ。お前だ、お前だ。突然来るからね、この野郎はね。誰だと思ってんだな。あれ？
そんなんしてたらよ、急に後ろから、まあ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 ってサラリーマン風の少女が来て、すげえやつなんですよ。どういうやつ、サラリーマン風の。その喧嘩を止めに入ってくるような気がしたわけよ。来ねえんだよ。来ねえんだよ。なんだそれ。そんなやつもともといねえんだ。いねえんだ。想像だお前の。そしたらいきなりだよ、そのばあさんが俺にも。ばあさん、ばあさん、どこのばあさん、どこのばあさんって最初に俺とぶつかったばあさんじゃねえか。あ、喧嘩ってばあさんだ。ばあさんだ、ばあさんだ。ばあさんと喧嘩したんだ。そのばあさんがいきなりだよ、俺の溝落ちどこって聞いてきたんだよ。あ、聞いてきたよ。どこだ、ここに決まってんの。あ、ここだよ、みずこだな、つって。俺も朝っぱらから浜辺でそんなこと言われる。朝の浜辺、朝の浜辺だよ。え、夜のストリートとかじゃなくて。違う違う、もう。朝の浜辺で。やったわ、来たから。もう仕事の途中だけど、うさぎの着ぐるみ脱いで。うさぎの着ぐるみ着てた、着てた、着てた。横転換になるね、それで。で、そのばあさんのモヒカンをガッと着て。モヒカンなんだ、新情報だな、おい。で、そのまま馬から引きずり下ろしてやった。馬乗ってんの、ばあさん。馬乗ってるよ。え、ばあさんが馬乗んで馬乗ってなかったら肩と膝がぶつかるわけないじゃん。だからか、うん、馬乗ってるとこドンとぶつかったんだな。そしたら次の瞬間、そのばあさんの拳が俺の顔面に思いっきり似てたんだよ。あ、似てたんだ。そっくりだったんだよ。確かに今もちょっと似てるな。しかもそのばあさんがよ、ふざけんじゃねえぞこの野郎と言わんばかりの表情を浮かべてやろうかって言ってきたから。なんかよくわかんないな。ちょっと待って、よくわかんないな。よくわかんないでしょ。何この話。俺も急に友達からそんな話をされたからさ。お前の話じゃないのか。俺の話じゃねえよ。え、どういうこと、いつ喧嘩すんの。だからその友達と殴り合いの喧嘩になったっていう話を今からしようかなと思ってんだ。あ、そこか、うん、バカシンガー。どうもありがとうございました。パンクブームでございます。お願いします。まあ、あの、二人とも、あの、子供がいるんですけども、はい。やっぱり、あの、ちょっとおねだりしてきますね、やっぱ子供っていうのが。あ、してくるね、子供っていうのはね。ねえ、もう、欲しい、欲しい。愛する人を守れるだけの力が欲しい。いや、かっこいいな、随分。そんなおねだりないだろ、お前。うちの子はそんな感じだろ。すごい、英才教育だね。英才教育。いや、そんな話どうでもいい。違うの。そういうことじゃない。そういうことじゃない。ほら、あれ買って、これ買ってとか、ね。あ、それも言ってくるね。おもちゃならまだいい。うん。ただほら、犬飼いたい。これが大変なんですよ。お父さん困るよね。そう、うん、やっぱ簡単に買わすわけにはいかないからね、うんうん、さあもうバシッと僕は言いますよ。言える。さあもうすぐには買わせないよ。それ自分の子供しっかりしつけできる。当たり前じゃない、そんなこと。よし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 。あれ哲夫じゃないか、お前。あ、何やってんだお前は。お父さん。いや、お父さんね、イントネーションおかしい。あ、お父さん。武藤さんの言い方だから。あ、犬じゃないか、お前これ、うん、どうしたんだお前これは。この子、空き地にポイ捨てされてたんだ。嫌な言い方するな。ねえ、お父さん。何だ。ブリーダーってよくない。え、ブリーダーっていう響きかっこよくない。いや、別にかっこいいな。トップブリーダーって憧れない。いや、別に自分自身のトップブリーダーと呼ばれてみたいな。買いたいって言えば。何その遠回しなされ方。あ、買いたい、この子買いたい。あ、ダメだよお前。お願いだよ、もう名前も考えてあるんだよ。なんだよ名前。 No War。 いや、メッセージ性が強いな。世界平和を願ってこの子には No War とつけようと思って。なさいよ、肩のに重いよお前そんな。お願いだよ、僕いい子になるから。え、なんだい。大嫌いないちご大福も食べるから。食わなきゃ食わないでいいわ。そんなに栄養があるもんでもないしお前いちご大福。なんでダメなんだよ。お前は生き物の世話苦手だろ。それ確かにマリモの時は失敗したけど。じゃあ無理だよもう。今回は何かいけるんじゃないか。マリモ無理なやつ全部無理、全生き物無理だから。お願いだよ。いいじゃないか、こんなに可愛いんだからさ。な、可愛いだけで勝っちゃダメなんだぞ犬っていうのは。この子は可愛いだけじゃないよ。何、とっても賢いんだ。なんだ賢いっていうのは。ジャスティス、ね、もうジャスティスができるんだよ。ジャスティスが分かる。完璧にジャスティスが。どういうこと？ここまで綺麗なジャスティスはなかなか。どうなったらジャスティスなの？こうなったらよ。いやいや、それずるいじゃん。ずるいとか。どうなってるのよ。え、見えないの？どうか。見えないよ。どういう、なんで見えないの？どういう格好が。とにかくダメなもん、ダメなんだよ。なんだよ、なんだよ。お父さんのクズー。バカっていうの。クズって一番言われたくないんだよ。お父さんなんかもう死んじゃえばいいんだ。だと？地球にぶつかりそうな隕石を食い止めて死んじゃえばいいんだ。いや、英雄の死に方。だいぶ尊敬されるお父さん。死んじゃえ死んじゃえ、お父さんなんか死んじゃえ。お前、まあ、親に向かって死んじゃえとはなんだ。え、じゃあ生きちゃえ。お父さん一人が何千年も何万年も生き続けちゃえ。いや、それはそれで怖い。そして滅びゆく人類の行く末、お父さんが見届けちゃえばいいんだ。お前、お父さんの火の鳥読んだな。とにかくダメなもんはダメなんだよ。お父さんなんかもう生理的に大嫌いだ。いや、犬関係なかったな。そもそも嫌いって話じゃん。いいか哲夫、犬っていうのはな、生き物なんだ。そんな生き物をな、簡単に。いや、男泣きだな、お前。子供だったらもっとワーンとか、えーんとか泣けよ、もう。いや、背中で泣くな、背中で。なんなんだ、その泣き方は、お前。ハーンじゃないんだよ。いや、わかった。じゃあ、わかったよ、哲夫。え？その代わり、
ちゃんと可愛がるんだぞ。もちろんだよ。ボロボロになるまで買い潰すよ。いや、ボロボロにしたんだね。古着じゃないんだから。よかったね、ノーウォー。これでずっと一緒にいれるんだよ、ノーウォー。名前変えた方がいいんじゃないの。こらこら、そんなに舐めるなよ。臭いし不衛生じゃないか。いや、犬嫌いだろ。どうもありがとうございました。では、この二人の最新ネタ。この度は本当に申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでしたじゃないですよ。はい、え、分かってますか。お宅の犬がね、私の左手噛んだんですよ。すいません、ちゃんとしつけはしたつもりなんですが。しつけって現に噛んでるじゃないですか、はい、こうなったらね、あなたに責任取ってもらいますよ。責任。そう、そうでしょう。これはね、あなたのね、監督不行き届きですからね。いや、でもその不行き届き監督っていう方では人じゃない、人じゃない監督も話、誰も夏の甲子園連れてってないんだよ。そもそもなんで話し飼いなんですか。いや、話し飼いなんてしてませんよ。ちゃんと首輪もしてましたし、リードも繋いでました。ただそのリードをどこにも繋いでなかったんです。話し飼いじゃねえか。ちょっとそれだけで、世間では立派な話し飼いって言うんだよ。でもリードをつけてたんだ。ちゃんと繋いときなさいよ。そんなかわいそうなことできませんよ。この子は僕にとって家族も同然なんです。一緒に同じところで寝て、一緒に同じものを食べて、家族として暮らしているんです。いやいや、 いやいや、いるんですよ。そうやってね、犬に人間みたいな生活させる人、それはね、犬にとっても良くないんですよ。いやいや、違います。ちゃん、一緒に犬小屋で寝て、一緒にドッグフードを食べて、あなた犬だ。あなたが犬側に行ってんだね。知らない人が来たら一緒に吠えてたんです。え、おい、おいおいおい、だいぶ怖い、だいぶやべえやつこいつ。おいおい、どんな感情で言ってるのかもわかんねえでしょ。ふざけてんな。いや、ふざけてないですよ。お前反省ゼロだろ。いや、ゼロじゃありません。確かにビビたるものですが、ゼロじゃない。ほぼゼロじゃねえか。こうなったら警察呼んでるからな。わかりました。それじゃあせめて犬のおまわりさんを呼んでもらえます。いい加減にしろ。思うんですけどね、はい、うん、やっぱり男っていうのはね、ロマンを追い求めるもんだと思うんですよね。ああ、ロマンね。マロンじゃねえよ、ロマンだよ。言ってねえよ。マロンってただの国じゃねえか。言ってねえ。そんなもん追い求めてもしょうがない。言ってねえ。ただイガイガしてるだけ。言ってねえ。すぐしつこいな。あ、言ってねえ。ちゃんとロマンって言いましたよ、僕。で、男のロマンって言ったらね、やっぱり登山かなと思うんですよね、うん、ああ、登山、登山家ってかっこいいじゃないですか。かっこいいよ、ね、あなたはなぜ山に登るんですか。そう、そこに山があるからです。いいね。何をわけのわかんないこと言ってやがる。かっこいいって話だろ。登山家かっこいいっていう話でしょ。あ、そう、かっこいいなっていう話ね。けどね、登山家もね、かっこいいばっかり言ってられないのよ。なんで。そりゃそうですよ、雪山なんか登ってね、うん、そうなんとかしたらどうするよ。あ、それは確かにね。ね、しかもね、一緒に登ってるね、仲間がね、うん、こう眠りそうになったらさ、うん、それをまあ起こしてやらないと大変なことになるんだから。そりゃそうですよ。そうよ。一緒に登山に行っててね、仲間が眠っちゃうっていうことはね、おい、俺との登山はよっぽど退屈だったってことになりますからね。違う違う、あいつと登山行っても面白くねみたいな。大変じゃないだろ別に。違う、これしっかり起こしてやらないと死んじゃうんだよ。そうですよ。仲間が眠っちゃったらね、こっちは寂しくて死んじゃいますよ。お前さんに何言ってんの。鉄は寂しいと死んじゃいますからね。何ウサギみたいなこと言ってんだよ。人参って美味しいですよね。ウサギみたいなこと言うなって。しつこいな。じゃあ登山家の話でしょ。登山家の話。じゃあね、仲間が眠れそうになったら起こしてやる、うん、そんぐらいのやっぱ絆の強さが大事な。あ、そうね、うん、うわー、やばい、睡魔が襲ってきた。おい、すみません、おい、寝るなよ、おい、起きろって、おい。ああ、俺も起こしたからな。諦めんなよ。僕も自分で起きろよ。自分で起きれないよ。俺は起こしたんだから。しっかり起こせよお前。俺が起こしたらパッと起きたらいいじゃん。何言ってんの。もう体温も下がってるし、そうそう簡単に起きないの。簡単には睡魔には勝てないのよ。え、お前水泳得意っつってたじゃん。睡魔じゃねえよ、睡魔だよ。睡魔ね。あいつ睡魔の話するんだ、ここで。ガチャンと起こさないと。なるほど。うわ、やばい、太陽子さん、眠たい。おい、クロス、寝るなよ。今眠ったら、夜寝れなくなるよ。何で心配してんの。今も夜も寝ちゃダメ。うわ、眠たい。寝るなよ。せっかく来たんだから楽しもうぜ。危機感ゼロだな。お前、雪山軽く見すぎ。だってすぐ寝ちゃったらもったいないでしょうが。お前、何言ってんの。っていうかね、そもそも、なんで寝ちゃダメなのか分かってる。え、北枕だから。わ、全然違う。え、だって何言ってんの。北枕で寝ちゃったらね、縁起が悪いんだよ。大したことないよ。雪山で寝ちゃうと死んじゃうんだよ。そんなの迷信でしょうか。北枕そのおばあちゃんが言ってるだけだよ。北枕の方だっつんだよ。なんで雪山で寝たくらいで死んじゃうんだよ。だから雪山で寝ると体温が下がるんだよ、うん、だから死んじゃう、うん、だから寝ちゃダメなんだ。体温が下がるから寝ちゃダメなんだ。そう。あ、成績が下がるから部活しちゃダメみたいな。違う。お母さんがよく言ってた。全然違う。それとはこれだけは言っとくぞ、冬の山をなめんな。
じゃあ夜の女に惚れんな。何の話だ。惚れてねえよ。夜の女に惚れちゃダメですよ。何言ってこっちがいくら本気になってもね、向こうからしてみたら商売なんですよ。お金のために優しくしてくれてるだけなんです。まあそれは分かってるんだけど、それでも騙されちゃうんですよね。男ってバカだね。お前がバカだ。何をベラベラ喋ってんの。夜の女に惚れんなって雪山の話でしょ、はいはい、問題解決してないよ。ちゃんと答え。うわやばい、車が襲ってきた。おい眠たい。黒瀬眠た、起きろよ。今眠ったら死んじまうぞ。おいリズムが悪い。どんどんすんな、眠たくなるから。おい黒瀬、ねんねんするなよ。おっきしろよ。そうだ、言葉遣いすんな。お前、この時の筆者の気持ちを考えながら13番先生みたいなことじゃちゃってねえって。スーパーが襲ってきた。ダパンパスダパンパスダパンパスダパンダパン。スーパーじゃねえよ。お前そんなだったらな、お前が寝ても誰も起こしてくんないぞ。大丈夫だよ、俺枕変わったら眠れないんだよね。もういいよ。いいですかよ、北海道。いいですよ、北海道。みんなで盛り上がっていきましょう。そうですよ、頑張っていきましょう、ね、頑張っていきましょう。まあまあね、最近思うんですよ。あ、何ですか。まあいろんな職業してみたかったなと思うんですよね。お、いろんな職業、まあ、刑事さんとかいいじゃないですか。まあね、かっこいいね、確かにね。凶悪犯を説得する刑事さんとかやってみたいな。そう、男は憧れますよ。うん、なってみたいなと。難しいですよ。やれる、できる、できる子、大丈夫、俺できる子。本当、うんうん、分かった、じゃあ俺犯人やってやるよ。じゃあ俺マクドナルドに友達が来たよやるわ。え、あ、こっち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 。あ、テーブルくっつけ。あ、これ動かないテーブル。何してんだよ。やるけど動かないタイプ、うん、下繋がってるやつ。関係ないじゃん今。え、お前犯人やるというか、俺何やってんの。刑事だろうがバカ。なんで俺勝手に犯人やってんだよ。俺は刑事やったで。刑事バカなまでやめろ。来るな、来るで落ちだ。お前のお母さんと俺のお父さんは泣いてるぞ。いや、もうおかしいよ。俺の母ちゃんわかるけど、なんでお前の親父が泣くの。俺のお父さんは別件で泣いてるの。いや知らないよ、そんな映画かなんか見てない。言わなくていいじゃん、それだったら。いらない、ちゃんとちゃんと言って、ちゃんと。お前のお母さんは泣いてるぞ。うるせえ。俺はな、俺をバカにしたやつをね、みんな見返してやるんだよ。誰もバカになんてしていない。うるせえ。どうせお前も心の中で俺のことをバカにしてんだろ。そのことは謝る。だから今すぐ言ってたのかよ。人質を解放して。ダメじゃん。ダメ、全然ダメ。じゃあ別のコントします。勝手だな。え、本当にバスケやめんのかよ。いや、随分な変わりようですよ。お題ぐらい言って。バスケやめんのか。コントバスケットボール部。本当にバスケやめんのかよ。ああ。なんでだよ。エースのお前が抜けちまったら、うちのチームはどうなるんだよ。うちのチームは大丈夫だよ。お前というムードメーカーがいるじゃない。しかし、お前というホームヘルパーがいないと。誰がホームヘルパー。誰がおじいちゃんの。なんで俺が老人介護なんだ。パラマウントベッドをどうする。関係ないだろ、パラマウントベッド。どう関係あんだバスケと。やめるなよ。医者に言われたんだよ、このままバスケ続けたら俺の心臓あと1年持たないって。心臓がダメなことは心臓でカバーすればいいだろ。どうやって。もうこの辺もっこん無理だよ。なんだよもっこんもっこん。哲夫、これが俺の元気最後のシュートだ。見ていてくれ。あ、だだ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 だ、トラベリングで。いや見逃せよ。今一つのようなので、もう少しツッコミを強調してみたいと思います。本当にバスケやめんのかよ。ああ、なんでだよ。エースのお前が抜けちまったら、うちのチームはどうなるんだよ。うちのチームは大丈夫だよ。お前というムードメーカーがいるじゃないか。しかし、お前というホームヘルパーがいない。誰がホームヘルパーだ。バカなことばっかり言うな、バカ。お腹出してみるか。汚い、出すな、バカ。汚い、お前お腹が、バカ。やめるなよ。医者に言われたんだよ、このままバスケ続けたら俺の心臓あと1年持たないって。心臓がダメな分は心臓でカバーすればいい。どうやってするのかな、バカバカ、お前がバカ。哲夫、これが俺の元気最後のシュートだ。見ていてくれ。あ、ダン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 、ビートラベリングで。ポンポン、はい、そっちを見逃せって。グダグダになってきたので、もうテンションで乗り切りたいと思います。バスケやめるの。おい、俺らバスケやめるの。やめろ、ホームヘルパー、ホームヘルパー、はい、最高、ホームヘルパー、最高、打ち合うぞ、ホームヘルパー、打ち合うぞ、打ち合うぞ、打ち合うぞ、見逃せ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 、バモ、ありがとうございました。ありがとうございます。パ
ンクブーブー、ジャマジャ。どうも、パンクブーブーでございます。覚えて帰ってください、ね、覚えたら帰ってください。どんどん帰ってください。まだまだ続きますからね。ぜひともいていただきたいんですけどもね。まあけど我々もね、こうやってお仕事ねいただいてありがたいんですけど、たまにはこのまとまった休みが欲しいななんて思いますよね。そう、休みが続くと不安になるけどね。まあね、まあけどほら、例えば家族でね、こうなんか動物園とか行ったら楽しいじゃないですかね。そう、たまの休みぐらいゆっくりしたいですよね。まあね、けどね、動物園とかね、たまに行ったらね、びっくりするんですよ。びっくりする。そう、あ、ゾウってこんな鼻長かったっけっていうね、これがまた楽しかったりもするんですよ。そう、想像の範疇は超えてこないと思うけど。南角様、お前南角さん、こっちのセリフよ。こっちのセリフじゃない、な、全然共感しないよ。いや、共感できないことばっかり言うからさ。何が共感できないのさ。いや、ゾウの鼻、長い。いや、そこ思ったことないけど。いやいや、長いよ、ゾウの鼻。そうは思い込みじゃない。いや、想像してごらんよ。想像？そう、ゾウを。ゾウ？頭の中でさ。そう？うん、そうよ。ゾウ？想像だよ。想像？想像の。想像？想像。ゾウ？何、どうなってる今。すげえ、ごちゃごちゃしてる。なんか、ゾウだかそうだかわかんないな。な、な、いや、ゾウの鼻が長いっていうのはこれも常識だからね。そう？そうよ。じゃあどんな動物だ、お前言ってみろよ、お前。いや、耳のでかい動物だ。いやいや、でかいな。でかいでしょ。耳、確かに。ゾウよりでかい耳のやついないじゃん。けどね、鼻なんですよ。申し訳ないですけども。ゾウといえば耳。いやいやいや、鼻なんですよ。いやいやいや、耳です。ねえ、何言ってるの、鼻なんですよ。いやいやいや、耳です。鼻なんです。いやいやいや、いやいやいや、鼻なんです。いや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 、やかましいわ、お前。小賢しいんだよ、お前。いや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 、ゾウは鼻の長い動物って、それ誰が言ってんの？みんな言ってます。もうゾウは鼻の長い動物だねってみんな言ってるよ。言ってる言ってるよね。ゾウって鼻の長い動物ですよねって俺言われたことないけどね。あ、まあ俺もないけどね。言われる、わざわざは言わないのさ。言われたことないけども、心の中で思ってんの。なんで心の中わかんない。耳のでかい動物って思ってるかもしんないじゃん。じゃあお前外行って聞いてこい、お前。え、俺が片っ端から今から。あ、ゾウってどんな動物ですかって聞いて回んの。みんな鼻の長い動物ですねって言うから。言わねえよ。え、みんな無言で早歩きだと思う。あ、そりゃそうか。やべえ、気持ち悪いか、そんなやつを。やべえやつ来た、やべえやつ来たってなっちゃうよ。なるけど、お前、じゃあお前ゾウのモノマネやれって言われたらどうするよ。こうやってやるだろ、お前。俺46だよ、ゾウのモノマネやれって言われない。あ、言われないかもね。言われんの。いや、俺も言われないけども。失礼なやつは文句言った方がいいよ。言われない。じゃあゾウのモノマネやれって言われたら。言われないって。いや、言われるかもしれない。言われたらってそれ誰によ。いや、誰でもいいんだよ。だ、友達とかね。いや、友達にも言われない。いや、わかんない、言われない。言われない。いや、もし言われない。もし言われない。言われない。万が一言われない。なんで言い切れんですか、そんなに。俺友達いない。あ、ごめんね。言われない。申し訳ないわ。いいやつがいない。じゃあ子供、ほら息子に、うちの息子、パパはゾウのモノマネやってって言われる。息子も言わない。いや、それは分からないじゃん。ね、言うかもしれない。うちの息子今年受験生だよ。あ、もう受験生。そうなのよ。早いよね。あげん、この間までちっちゃかったのに。子供なんかすぐよ。うわ、早かー。ねえ、ね、そりゃ我々も年取るはずば。ねえ。何の話これ。子供の話。子供の話じゃないんだよ。ゾウ、じゃあ分かった分かった、俺が言うわ。ゾウのモノマネやって。やらない。なんでよ。いや、ゾウのモノマネ俺やらない。じゃあやってよ。いや、やらない。いや、やって、ゾウやらない。やらないとおかしい。ゾウのモノマネはやらない。じゃあやって。やらない。じゃあマジ変な顔。やらない。やって。やらない。じゃあやって。ゾウのモノマネやらない。いや、やってよ。やらない。頼むから。ゾウのモノマネはやらない。一回だけで。やらない。やって。ゾウのモノマネをやらない。頼むから。俺はゾウのモノマネやらない。そったれが。俺はゾウのモノマネはやらないんだよ。堅くなだろお前。やらない。ゾウはいいよ。じゃあキリン、キリンはどんな動物だよ。キリン、キリン足の細い動物じゃない。首の長い動物でしょ。首長いか。足も細いけども。足細いでしょ。違う違う、キリンのモノマネやれって言われたらどうする。言われない。言われないけどもね、やれって言われたらこうするでしょ。キリンのモノマネやるだろ。キリンのじゃあゾウは。え、だからゾウはこうだろお前。ウサギは。ウサギはこうだよ。ゴリラは。ゴリラはこうだよ。ブチハイエナは。ブチハイエナキョーン。いや、ちょ、わかんない。ブチハイエナ。ブチハイエナってキョーンってやるの。わかんないけど。キョーンってやるの。俺のモノマネはいいんだ。お前やってみろ、キリン。キリン。やらない。なんでやらないんだよ。やらない。じゃあウサギは。ほう。ウサギやんのかよ。なんだったんだ、お前。じゃあゴリラは。ゴリラこう。うん。じゃあブチハイエナは。キョーン。一緒じゃないか。じゃあゾウは。やらない。なんでやらないんだ。やれよ。いや、ゾウとキリンはやらないよ。じゃあキリンだけやろ。や、頼むから。やらない。一回だけ。やらない。お願いします。キリンはやらない。頼みます。やらない。変な感じ。いや、変とかじゃない。一回だけ。俺もお願いします。やろうぜ。やらない。一回やってみようぜ。やらない。ザ漫才。やらない。一回キリンのモノマネやってください。やらない。頼むから。やらない。そったりやろ、本当に。頼む。一生のお願いやってくれ。キリンのモノマネ。一生のお願い、キリンのモノマネやってくれていいの。いいから頼むよ。
そこまで言うならやるよ。一回やって。うん。なんで口元なんだよ。嘘つけよお前、キリンかどうかも分かんねえだろ。キリンといえばこれでしょう。あお前分かった、わざとずらしてんだ。そんなわけねえじゃん。嘘つけこの偏屈野郎が。お前なんだどこのパンティ、なんだどこの頑固親父が。お前ブラジャー、タコスケ野郎が、ガーターベルト、悪口がエッチだな。悪口じゃないんだよ、ご褒美だろうがお前そんなもん。じゃあ猫、猫はどうだ。猫どんな動物だお前。みんなに踏まれる動物でしょ。いやもう猫踏んじゃった、もう困ってしまって。ワンワンワン、いい加減にしろ。ありがたい限りでございますけども、ね、これだけのお客さんに、ね、うん、来てもらえると本当に嬉しいことですね。疲れますよね。まあ、あの10年後になるか20年後になるかは分かりませんけどね。何ですか、いつかまた今日のこのメンバーで集まれたらいいなって。絶対無理ですよ。あ、そうですか。絶対無理ですよ。みんな来てくれないんですか。いや、まあね、来たいですけどね、いらっしゃらない方もいるかもしれないですし。なるほどね、いろんな方がいらっしゃいます、ね、いろんな方がいらっしゃいますんでね。ありがとうございます。まあ、そんな言ってますけどね、今日はね、何の話をしようかなと、うん、今ね2つほど迷ってるんですよ、ね、2つ悩んでる、はい、うん、何ですか。本当にあった怖い話と、いいじゃん、適当に作った長い話。いや、それはいらないですね。すんごい。それはちょっとご勘弁いただきたい。長い、8時間ちょっと。長いね。長いですよ、めちゃくちゃ。だったら怖い話の方がいいですよ。あ、そっちの方がいいですか。もう8時間なね、喋られてもね。でも本当に怖い話。いいじゃない、そっちの方がいいよ。あのね、俺の家からね、うん、ちょっと行ったところに、うん、もう何年も前に潰れてしまいそうになった病院があるんだけど、その病院。潰れてない。潰れてはないよ。潰れてしまいそうになっただけだから。あ、そう。そこからちゃんと経営を持ち直したから。あ、そう。うん、そうそうそう、相場代で潰れてんだけど。潰れてない、潰れてない。ああ、そうなんだ。持ち直した病院があるんだけど。持ち直した病院、その病院のすぐ目の前に、うん、幽霊の出る病院があるんだよ。で、その別の病院なんだ。あ、別の病院。幽霊だ。ややこしいな、それ。で、その病院にはいろんな噂があって。あ、そういうの聞きたい、そういうの。真夜中の手術室に少女が入っていくところを幽霊が見てたとか。幽霊が見てた。あ、幽霊が見てた。少女は幽霊じゃない。あ、少女は幽霊じゃない。多分患者さんだろう。ややこしい。で、その幽霊っていうのが真っ青な顔をしてるからブルーレイって呼ばれてる。ダサいな。誰だそれつけたやつ。ダッセーは。あと誰もいないはずの病室からナースコールが響き渡る。うわ、そんな一番怖いじゃん。ナース。ナースコールが響き渡る。そっちのナースコールか。うん、怖いかどうか難しいね、それね。俺はそんな噂の真相を確かめるために真夜中にその病院に忍び込んだ。行ったんだ、よく行けんな、お前。まず俺は裏口からゆっくりと呪われながら入ってた。あ、早速？え、もう呪われちゃう？入り口で？そしたら次の瞬間、うん、カツンコツン、え、カツンコツン、うん、もう明らかに俺が履いてるハイヒールとは別のハイヒールの。お前ハイヒール履いてる。いや、俺はハイヒール履いてるけど別のハイヒール。なんだ履いてる、それはそれです。今俺のファッションはどうでもいい。いや、怖えな、お前。別のハイヒールのとか近づいてくるんだよ。俺もうそれでびっくりしそうになって。しないんだ。してないよ。ギリギリ耐えんの、うん、そこで急いで逃げようとしたらよ、うん、ポンポンで何かなと思ってパッと見てみたら、うんうん、そこには血がべっとりついてて、うわー怖い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 。俺もこのままじゃダサいと思って急いでジャンパーをリバーシブルにして。あ、そっちが気になる。ダサいから。ファッションの方が気になるんだ、うん、お前。で、本当は怖かったけど、うん、その恐怖とフケを振り払って、フケついてたんだ。ひっくり返したばっかりなのに。そしてゆっくりと7分ぐらいかけて振り返ったんだよ。かけたねー。随分かけたね、7分。いや、そしたら目の前によ、長い髪の方が似合いそうな短い髪の女が立ってたんだよ。好み、お前の好みな。で、その女がよ、私を殺したのはお前かって言ってきたんだ。だから俺は、いえ、違いますって言ったんだよ。そしたらもうそっからは水かけろ。言い合ったの？幽霊と？あれじゃねえの、違いますけどねって。バリバリ喋んだな、幽霊って。ガンガン来るから。怖いな、それ。そんなん言いながらその女がスーッと消えて、ただ床だけがビチョビチョに濡れてたんだよ。本物じゃん。俺もう水かけ論の水だと思って。絶対違う。なんで実際濡れて。急いで逃げようとしたんだけど、なぜかうまく走れないんだよ。ハイヒールだよ、お前それ。それでもなんとか家にたどり着いて、パッと鏡を見てみたら、もう着てる服が全然違う服になってたんだよ。リバーシブル！ひっくり返したじゃん、それ。いや、そんな経験をした警備員がいるって噂とか、あと、お前の話じゃねえのか。もういい加減しろ、バカ。どうも。
ですね、たくさん盛り上がっていただいて本当にありがとうございます。ねえ、まあね、初めて見る方も結構いらっしゃると思います。もちろんそうですよ皆さん、ね、ぜひ覚えて帰ってくださいね。覚えて帰ってください。タンクブーブーと言いましてね。そうなんです。まあね、お笑いのコンビとしてはちょっと珍しめのコンビなんですよ、まあ、よく言われちゃうんですよ、ね、そんな風にね、まあ、基本的にはですよ、お笑いのコンビって言ったらね、まあ、片っぽがブサイクだったら、そうそうそう、もう片っぽぐらいは男前なのがまあ普通のパターンじゃない、うん、結構ねみんなバランスが大体取れてるもんなんですけど、ね、そうでまあまあ見て分かる通り僕らの場合ブサイク&ブサイクなわけですよ、まあ、よく言われるんですよ ね、あんま僕なんて思ってないんですけど、まあ歌手で言うならチャゲ&チャゲなわけですよ、ねうん、それは失礼ですよ。それはねチャゲチャゲなんで、チャゲチャゲって何なんですか。逆に覚えやすいかなと思いますけど ね、 そうですね。今日よかったらね、コンビ名だけじゃなく、なんかこう個人名も覚えて帰っていただきたいな、うん、そこまではいいです。はい、いやはりじゃない、コンビ名だけ覚えて帰ってもらいましょう。せっかくです。さすがにそれぞれの個人名までもいいでしょうよ。なんでですか、せっかくこんなたくさんのお客さんいらっしゃるんですから、はいはいはい、もう覚えてもらった方がいいじゃん。いや分かりますけど、今の時代ね、若手芸人なんていっぱいいるわけですから、お客さんはコンビ名を覚えるだけでも大変なわけですよ。いやまあ結構個人名ぐらい、いやいや、ましてや僕らが珍しい名前なとも、ともかく僕なんて佐藤哲夫ですからね、うん、もう佐藤哲夫なんてどこにでもある名前じゃないです か、 そうですか。佐藤も普通で哲夫も普通で、うん、佐藤哲夫なんてね、いやまあね、そしても佐藤哲夫なんて名前もいいしてんなお前そね、何回言ってんだお前。佐藤哲夫ですからね、ね、本当に、ね、佐藤哲夫ですよ。いやまあけど本当に、ね、佐藤哲夫なんですよ。いや確かに、ね、佐藤しつこいよ、ね、方々に行くなよ、方々に。覚えてほしいですからそれね。ね、ありがとうございます。あの本番中なんでちょっと黙ってて、せっかく味方してくれたんだろ。ありがとうございます。頑張っていきましょうね。ありがとうございます。今日ねもう最近腹立つことも多いんですよ。何すか。僕ね、この間ね、うん、電気屋さんに行って、うん、電気カミソリ買ったんですよ。やったじゃん、うん、まあ、やったじゃんって何それ、うんうん、俺の人生何年だよ。快挙でもないよ。それがね、たった3日で壊れたんですよ。そりゃひでえな。あります、こんなこと。そりゃ文句言った方がいいよ。もう言ったの、言ってないの、まだもう。何やってんの、ふざけんな、てめえ何やってんだ。何怒ってんの。俺まだ何も喋ってないけど。早く文句言った方がいいよ、それは。いや、まだ文句言いには言ってないんですよ。言ってないの。そうけどね、ただこういうこと文句ってね、言ったことがないから、うん、なるほど、経験がないんですよね、うんうん、だからちょっとここでね、練習させてもらおうかなと。あ、練習しとくか。いい、うんうん、ちょっと俺文句言いに行くから。じゃあ俺店員やれば。店員さんやってね。うん、どうなってんだこの店、お前。これどうされました、お客様。お前どうしたもこうしたもね、お前。どうしたもこうしたもないんですか。申し訳ございません。いやいやいや、今後はどうしたもこうしたもあるようにいたします。どこで謝ってんの。どうしただけなら、まずこうしたの方がいい。言ってねえだろうがよ。どうされたんですか。どうされたじゃないよ、お前、はい、この店で買ったイカソリがな、はい、お前たった3日で壊れたんだぞ。そうなんですか。 あのお客様、その時のレシートか何かございますか。レシートあるよ、ほら。確かにここでお買い上げですね。あ、じゃあどうしてくれんだよお前。かしこまりました。それでは少々パニクらせていただきます。え、やべえ、どうしよう。何してくれてんだよ。レシート食べちゃう。勝手にパニクるなよ、はい、最初にまず謝って。まず最初に、お客様、今回のような場合はアイムソーリー、ヒゲソーリーでよろしいですか。いいわけないじゃん、ヒゲソーリーの話。めちゃめちゃ怒んぞ。違うんですか。ちゃんと謝って、ちゃんと。本当に申し訳ございませんでした。お帰りはあちらでございます。なんで帰らなきゃいけないんだよ。え、まだ、ヒゲソーリー壊れたまんま、はいはいはい、これ新品と交換して。はい、それが同じものがもうないんですよね。なんで同じものないんだよ。じゃあもっといいやつと交換して。これより上となりますと、もう芝刈り機になってしまう。別物じゃねえか。芝刈り機でひげを剃って。顎なくなる、顎が、ね、じゃあ払ったお金返せ。すいません、もう全部使っちゃいました。なんでお前が使うんだよ。だいぶ期間がありましたので。横領じゃねえかよ、それだったら。じゃあなんかないのか、お詫びの品か。それこう、お詫びの品といたしまして、うん、当店のハンドア式冷蔵庫どうぞ。え、ハンドア式。はい、何それ。これドア閉めてもちょっと開いてます。不良品だよそれ。不良品で中身腐っちゃう。いらない、いらない。あとはもうガガバチバチって死ぬやつぐらいしかない。もういらないよそれも。お前田舎のコンビニになるやつ、ね、いらないよお前。もういいよ、もうお前じゃ話にならない。ちょ、店長呼べ、店長。店長、いやいや、店長と呼べっつったんじゃない。違うんですか。店長呼べっつってんだよ。店長呼べ。お前と喋っても時間の無駄だから呼べよ。ちょっと時間の無駄ってなんすか。時間の無駄は時間の無駄だろう。ああ、そんなこと言うんだったらちょっとここ押してもらっていいですか。なんなんこういうのを時間の無駄。じゃあやんじゃねえよ。時間の無駄でも何でもないねえだろっつんだよお前。ああ今ちょっつったなお前な。ちょっつって下打ちしたなお前な。下鼓ですよ。何も食ってねえだろ。レシート食ったじゃないですか。だって言うなよお前。言ったけどな、お客様は神様だぞ。店員だって仏様でしょ。聞いたことないね。お前こうなったら出るとこ出るぞ。これちょっとボウリングだろうがカラオケだろうが行ってやろう。楽しいとこだな。そういうとこじゃ出るとこって言ったら裁判だよ。なんでそんな常夏のリゾートに。裁判っつってねえよお前。裁判っつったんだよ。裁判なんてあんまりじゃないですか。謝れお前、手ついて謝れお前。この度は本当に申し訳ない。壁にじゃねえお前。いい加減にしろ。いや時間の無駄。本当にあった怖い話と、いい、ね、適当に作った長い話。それはいらないです。
適当なんですよ。もういい加減に作ったんですよ。泣けんな。長いっすよ。余計いらないわ。この番組より長いですか。あ、じゃあいらないいらない。怖い話の方がいい。あ、そっちの方がいいですか。あるんですか。夏ですからね。あ、ちょうどいいね。じゃあ、ちょ、それ聞かせて。めちゃくちゃ怖いですよ。めちゃくちゃ怖い。いいよいいよ。何？あのね、俺ん家からちょっと行ったところに、もう何年も前に潰れてしまいそうになった病院があるんだけど、その潰れてないんだ。あ、潰れてはない。潰れてしまいそうになって持ち直してるから、ね。持ち直した。だから持ち直した病院だよ。持ち直した。持ち直した病院があるんだけど、その病院のすぐ目の前に幽霊の出る病院があるんだよ。持ち直した病院は関係ないんだ。うん、その目の前に幽霊の出る病院がある。言わなきゃよかった。で、その病院にはいろんな噂があってね。噂？真夜中の手術室に少女が入っていくところを幽霊が見てたとか。あ、幽霊が見てた。幽霊が見てた。あ、少女は幽霊じゃない。少女は多分患者さんなんだ。ややこしいな。で、その幽霊が真っ青な顔をしてるからブルーレイって呼ばれてた。誰がつけたんですか。なんだテレビの下にあるような名前を。あと誰もいないはずの病室からナースコールが響き渡る。わ、それは怖い。ナースコール、そっちのコール、ナースコール、すっげえ盛り上がってる感じする。俺はそんな噂の真相を確かめるために真夜中にその病院に忍び込んだ。よく行けるね。まず俺は裏口からゆっくりと呪われながら入ってたんだ。あ、早速入り口で呪われんだ。怖いな。そしたらその時だよ、っていう女のすすり泣く声がやんだんだよ。やんだんだ、うん、その時やんだんだ。やんだんだ。もう家からずっと聞こえたの。ついにそこでやんだんだよ。やんだんだ。もう家の方が怖いじゃん、だったら。いや、そしたら次の瞬間、うん、カツカツ、え、カツカツ、何？もう明らかに俺が履いてるハイヒールとは別のハイヒール。お前ハイヒール履いてる。いや、俺は履いてるけど。なんでお前ハイヒール別のハイヒールの音が近づいてくんだよ。いや、近づいてくる。俺もうそれでびっくりしそうになってしてないんだ。してないけど、なんでしないんだよ。急いで逃げようとしたらよ、うん、ポンポン、誰かに何かを叩かれたんだよ。肩だよ、叩いたじゃん。で、何かなと思ってパッと見てみたら、そこには血がべっとりついてて、うわ、怖え。俺もうこのままじゃダサいと思って、急いでジャンパーをリバーシブルにして。あ、見た目を気にしてんだな、すごいな。本当は怖かったけど、その恐怖とフケを振り払って、フケ知らねえ、ゆっくりと7分ぐらいかけて振り返ったんだよ。ゆっくりだな、余計怖くないか。そしたら目の前によ、え、出た、長い髪の方が似合いそうな短い髪の女が立ってたんだ。短いんだ。お前の好み聞いてねえよ。その女がよ、まるで鬼のような形相を浮かべてる俺に向かって、うん、あ、お前だ。それなんでだよ。私を殺したのはお前かって言ってきたんだよ。うわ、だから俺は、いえ、違いますって言ったんだよ。だ、そしたらもうそっからは水かけの、うん、言い合ったの？違います、お前幽霊と。そんな言うから俺見返して。そんな言うんだ。そんな言いながらその女がスーッと消えて、うん、ただ、thank you.